始まりました活弁シネマクラブ。この番組の用紙を伝えます映画評論家の森直人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は偉大なゲストをお呼びしております。水俣曼荼羅の原和夫監督と疾走プロダクション小林幸子プロデューサーです。はい、よろしくお願いします。どうぞ。お入れいただきました、はい。原監督は昨年9月に、はい、令和1期の時にも、はい、風響映画社の島野千尋プロデューサーとご一緒に出ていただきまして、はい、2回目ということになりました。はい、本当にありがとうございます。はい。そして今回は小林さん初対面でして、もう本当お会いできて光栄でございます。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで今回、はい、全3部構成で6時間12分、はい、372分、はい、水俣曼荼羅なんですけども、まあ、日本国 VS 石畑村が3時間35分、はい、令和1期が4時間8分とちょっと長くなってますね。はい、やっぱり少しずつ長くなりますね。はい、でももう長くていいっていう感じになってきたってことですかね。一つにはあれ、非常に素っ気ない言い方になりますが、デジタルになって経費が安くなるでしょ。はい、もうフィルムとデータ、今カードでしょ、比べりゃもう10倍、20倍の差がありますもんね。そういう意味じゃ長くてもそんなに予算はかからないという安心感が一つにあるんですよね。あともう一つはね、これもぶっちゃけて言えば、主人公が一人でね、なんかね、奥崎さんみたいにスーパーヒーローみたいに格別強いエネルギーを持った人を主人公にした場合は、なんて言うんでしょうかね、その人がなんていうか強い感情を発する時の、ところを中心に、その周辺部のエネルギーの弱いところを落としていくというふうにつなぎくじゃないですか。はいはいはい、それで全体としてかなり短くしようと思えばできると。しかしそういう強い主人公じゃないじゃないですか、その後は。はい、だから群像ドラマっていうふうに、せざるを得ないっていう面があって、その群像ドラマっていうことはどういうことかっていうと、奥崎さんほど一人一人のエネルギーが強くない場合はどうするかっていうと、やっぱりその人の持ってる感情を描くには、なんて言いますかね、その奥崎さんほど感情のピークがこうピンと高いわけじゃないじゃないですか。はい、割とその低いところでの感情を出すとか、特に日本人は感情をぶちまけるというような、なんていうか国民性じゃないじゃないですか。みんな抑え目っていうか、出しちゃいけないみたいな恥じらいみたいなのがあって、そうするとそういう人の感情を描くと、そのピークも低いじゃないですか。はい、で低いピークのその周辺部を丁寧に描かないと、そのピークがよくわからないんじゃないかっていうふうに私なんか考えるんですよ。そうすると一人の感情を描こうとすると前後も丁寧に描くので、どうしても尺がなくなると。でもう一つそれに加えて群像なんで、そういう長くなる人の数がたくさん出てくるので、はい、必然的に長くなるっていうのは私の理屈なんですよ。いやもうでも本当に今確信部分を全ておっしゃっていただいたのが感動しております。いやもうそうなんです。でそこの長くなってもいいやっていう腹をくくってこそ、そのなんていうか普通の人たちの持ってる感情を、そうですね、描けることもできるし、そこの面白さを観客側からしてもね、そういうなんていうか普通の人たちの持っている面白さっていうのがやっぱり表現できるんで、なんかやっぱり今回6時間12分ですか、私たちが作った作品の中で一番長いんですけど、はい、やっぱり長くならざるを得ないし、長くないとこの群像ドラマ、ましてやその水俣っていう地方の、非常に小さな何て言いますかね、場所で起きた問題が、実はそこに日本という国家国レベルの矛盾とか海とかいうものが持ってるのとダブってるもんですから、水俣病の問題っていうのはね、そういう複雑なことを描こうとするとやっぱり長くなりますわね。そうですよね。しかもこのでも本当その今おっしゃったことって、はい、でも原和夫監督の、はい、作風の変化っていうことも、はい、あると思いますね。はい、言い表しているような気がしました。はい、でそれは本当時代変化っていうこと、はい、いろんなことと関わって動いてますよね。はい、
でしかもそうそう、だから結構今ドキュメンタリーってどんどん長くなっていて、長くなってます。 私だけじゃないですもんね。そうなんですよね。だからそう言いたいんですよだから日本人の私が長いの作ると長い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 って何て言われるんでしょうワイズマンの映画なんてもっと長いし、ワンピンの映画なんて8時間だったんですよ。なんで私だけがそう長いってことを批判的に言われなきゃいけないとかなんでだよって。本当ですよね。ちょっと私そこはもう頭にきます。いやでも本当その通りで、あの、まあ、ワンピンは最初からだけど、ワイズマンなんかどんどん長くなってますよね。そうです、ワイズマンって長いですもん。そう本当そうなんですよ。でしかもあのやっぱりこの最初のスーパーヒーロー映画から、ええ、市井の人々の群像劇を結構パノラマ的にこうガラッと描く、はい、それが今回その水俣曼荼羅っていうタイトルにも見事に表れてるなというふうに思いました。はいはい、映画は本当最高でした。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かった、はいあの面白かったっていうのはちょっとあのはばかれると思ったんですけど、前お話しさせていただいた時に行っていただいていいって言われたので、はい、もう私がエンターテインメントドキュメンタリーっていう言葉を流行らせようと思ってるぐらいに、はい、ドキュメンタリーだってねシリアスな問題を扱うのでね、うん、なんか偉い学者みたいな人が出てきて、うん、なんか理屈をとうとうとなあの述べてる、うん、で聞いてる方は面白くもクソもないっていうかなんかね自分たちの戦いの正当性だけ理屈だけ述べられても映画としては面白くないじゃんっていうような感じがするんですよ、うん、私そういうなんか退屈な映画って本当に嫌なんで絶対自分の作る映画は見てる人を眠らせないっていうことが、うん、あの強く強く あるので、うん、とにかく面白く、だからエンターテインメントという言葉とドキュメンタリーという言葉をドッキングして使う人っていうのはあまりいない、見たことないんですよ。確かに、以前はアクションドキュメンタリーという言い方されてましたけど、今はエンターテインメントドキュメンタリー、そのアクションも含めてね、やっぱエンターテインメントっていうふうに今後は言っていこうというふうに思ってるんですよね。これは素晴らしい。面白いと思ってもらえてこそ初めてその感動が伝わるっていうか、うんうんうん、退屈しながらなんていうか感動しましたなんてことはまずありえないじゃないですかね確かにその通りですね、はい、そう思うんで、うん、もう徹底してですね面白かったって言わせようというふうな覚悟でいつも作っているつもりですが、さすがでございます。あとはまあ見た人の判断だ。いやこれはでももう公開されてるんですけども、はい、11月27日から、はいはい、いやもうお客さんの反応すごくいいんじゃないですか。はい、あのツイッター見ると、うん、笑って泣いて、うん、というようなことをあの書いてる人が多いですね。笑って泣いてですよね。はい、はい、小林さんもあのエンターテインメントっていうことは、はい、もうどんどん意識されるようになっていますか。もう最初からですね。最初からですか。1本目から、はい、シャオナの CP の時から、はい、うん、そう僕はあの何かテレビのドキュメンタリーであの小林さんがすごく最新作映画をぐわっとご覧になられていく姿を見たことがあって、あの今の映画ってもうかなりあのずっとご覧になってるんですよね。そうですね、うん、ちょっとここ1、2年は映画館にはなかなか行きませんけれども、確かにコロナ禍でもう彼が名前出してみるかな、ワンワン、はい、うん、もうとにかくすっごい録画してるんですよだからうちテレビをつけても普通のほとんど見たことないですね、うん、あ、なるほど、映画ばかり普通ぐらいであとはもうその再生も山のように見てますね、はい、だからやっぱりエンターテインメントというからには、はい、その今どういう映画がこう、はい、民衆に受け入れられるとかっていうその体感しないとっていうところで、ね、あるってことですね、はい、なんかそういうことでもなくて本当に好きで本当に好きで見てるだけ、はい、私子供の頃からですから映画を見て育ってますね。あ、そう、娯楽映画ばっかり見てましたから。いわば本当のあの映画産業のピークの時に、うん、あの思春期だったり子供だったりされた世代ですもんね。うん、いやすごくいいお話だなと思います、はい、でちょっと映画のことを細かくお聞きしていきたいんですけども、はい、あのやっぱその映画がまず2004年の10月15日の最高裁判所で、はいはいはい、水俣関西訴訟の記録から始まるじゃないですか、はい、で、まあ、あの当時環境大臣だった小池百合子さんも、はい、まあ、ご登場されるわけですが、はいはいはい、
ずいぶん前から始まりましたね。これが最初の取材ですか。そうです。あのクランクインの日が、うん、あの関西訴訟の最高裁勝利判決の日だったんですよ。あ、まさにあの時が。そうですそうです。でもあの思えば、うん、あの石渡村の撮影開始が2006年だったと思うんですが、はい、そうです。それより前だったんです、ね。水俣の方が先なんですよね、撮影に入ったのが。なるほど。はい、すごいな。はい、でいわばまあその並行して、うん、あの撮影を継続ずっと継続されていたってことなんですよね。そうです、うん、ただあの、水俣は、まあ当時私は大阪電気通信大学の教授として、はいはい赴任して、うん、2年半で大阪芸術大学へ、はい、また移ったんですよね、はい、で教授というポストでつまりギャランティーをもらってますので授業をちゃんとやるっていうのが前提で、はい、それでアスベスト泉南は大阪からあの大学から車で1時間行けばもう行けるところなんですよ ね、うん、そうですよね、近いですよね。で水俣遠いもんですからこれはまあ授業をちゃんとやるっていう前提で、うん水俣に取り組んだので夏休み冬休みに集中的に行くと。なるほどなるほど。だからこれはもう始める前から長くかかるだろうなって。ただ長くかかるっていうことはマイナスじゃなくて、長い時間をかけるっていうことを方法論としてね、描いていきゃいいんでしょっていうふうに自分の中では決めたんですよ。ただ年に基本的には2回しか行けないという条件を承知の上で、だから夏休み冬休みは水俣へ、普通のなんていうか土日は泉南に行くということで、時間的にバッティングするってことはまあほとんどなかったですかね。逆に言うと休みゼロですよね。いや休みなんてもう最初から私らも映画作るときに休みっていう感覚はもうしてますからね。素晴らしいです、ね、はい。それはまあ休みはどうでもいいんですけども。しかもあちらはそのアスベスト郊外との国との戦いで、はい、今はテーマ的にも共通性高いですよね。そうですね。うん、そうですね、うん。ただ持ってる意味合いっていうのかな、随分なんか違うんですよね。なるほど。潜っていくと全然変わってくる。アスベストはね、なんていうかそのお上に立てつくなんてとんでもないっていう。そこなんですって、フードっていうか、はい、泉南っていうところが、うん、でそういう人たちがそのお上に立てつくって話じゃないですか、はい、で最初のうちはその原告団って言われる人たちもおっかなびっくりで、まあ、行政の人と交渉に行くわけですよね。だけどもなんかいくらお願いしても聞く素振りが全く感じられないと、だん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 頭に来て怒るってことを覚えていくんですよね、うん、学習していくっていうか、はい、で裁判のその進行の具合とともに怒ることの重要性ということをあの人たちは学んでいって、でまあいろいろありながらも最高裁で勝利しましたっていう、ものすごくシンプルな成長物語。成長物語、確かに。でしょ、うん、確かに。それで今度会議の水俣っていうのは、うん、アスベストのやつは最高裁で勝利してよかったねっていうところでラストシーンとして終わりと、はい、とか今回の水俣はその最高裁で勝利したから始まるんですよ。続編映画としては一体これ最高裁の、ね、ラストに来るシーンが頭に来ちゃってどうなるんだろうっていうふうに正直本当にそう思いながら撮影に入ったんですが、まあなんていうかその熊本県が最高裁、司法は司法の判断があるだろうけれども行政は行政の判断があるっていうことで、最高裁の判決を、まあ、守るというか従うっていうことをしなかったんですよ、うん、それで川上さん主人公の一人のね、はい、がもう弁護団とともにこれはやっぱり理不尽だと、うん、頭にきてですね熊本県を相手取ってまた裁判を起こしたんですよ、うん、だからその裁判をフォローする形っていうか裁判をフォローするってことを一つの軸と、うん、でもう一つの軸は関西訴訟がなぜ勝ったかっていうと、はい、駅野さんの脳の中枢神経節というものを全面的に、はい採用してというか
その、駅の先生の学説に準拠して弁論を展開して、そのことを裁判官たちが受け入れてくれた、で全面勝利になったというようなことがあるので、ただその駅野さんの学説がその時まだ完成はしてないんだよと、じゃあその完成に向かって、その研究をしていくというようなことをもう一つの軸として取っていこうという、この二つの軸でやろうという方針で始まっていって、だから第一部がそのね、その二つの軸が中心になって、第一部が構成されているというふうに なってるんですよね。いやでも本当興味深いお話で、はい、つまりその本当そう、僕もだから最高裁で一応勝訴を取って、はい、小池百合子環境大臣が一応謝罪はしたところから、はい、ポーズをして、ね、神妙にここからがまあまた長い戦いが始まる、ね、そうなんですよね。でもその原監督おっしゃられたように、はい、その石渡村が怒りを覚えていく成長物語、はいとしたら、ええ、今回なんか怒りを どっちかと沈めていく物語に見えたりもします。私はね、うん、まあはっきり言うとね、うん、水俣病、私が水俣病をやらなきゃいけないなって思った時には、うん、全体として水俣病ってもう終わったんと違うっていう空気だったんですよ、うん、はい、私もそう思ってましたもんね。何の根拠もなく、うん、空気としても、うん、もう終わったの、え、うん、今なんで水俣を今やるのっていう空気だったんですよ、うん、なるほど。で私もそういうふうに思ってたんで、うん、偉そうなこと言いませんけど、そういう空気の中で映画が始まっていって、うん、だから当然そういう空気ってなんでこんな風に水俣病が本質的に解決してないにもかかわらず、うん、こういう空気としてはもう終わったんじゃないのっていう風になっちゃってるのかっていうことが、つまり描くべくなんていうか主題の一つっていう風にやっぱりなりますもんね、うんうん、ドキュメンタリーでその時代その時代のその時の空気に対してなんでっていうことはやっぱり絶えずやっぱり問いかけながら作っていくんで、それがだから一つのメインのテーマにはなってるんだというふうには思うんですよね、うんうんうん、そうだからその、うん、これちょっと本当震災や原発の問題にも通じるような気もするんですが、はい、そう思いますね。それはそうですよね、はいはい、つまりその世間の風潮としては、はい、一見この表面的に終わったように見えるけども、はい、現場に行けば怒りがまだガンガン沸騰しているという状態がある、はい、で彼らはじゃあどういうふうに決着をつけていくのかっていう物語として僕、その通りだと思うんです、うん、つまりね、水俣の現地に行くとね、うん、水俣病公式確認65年記念、行事とかね、うん、ポスターが作ってあって、うん、あっちゃこっちゃに貼ってあると、うん、で今日現在が、もう65年記念っていうふうになるのかな、うん、でもこれってペテンだっていうふうに思うんですよ、うん、なぜかというと本質的な解決で何もしてないのにね、はい、それで水俣病自体は、うん、奇病が発生したっていうことで、うん、なんか騒ぎになる、うん、その端緒になったことって実はもう100年前に起きてるんですよね、はい、そう最初でね、そうです、映画の冒頭でその歴史が語られる、はい、あれが本当に僕驚きました。1932年からもう始まっている。だから、うん、それを行政が認めなかったから、うん、なんていうかその初発の段階で、うん、解決が遅れてて、でやっと行政が認めてから65周年っていう単なる行政のポーズにしか過ぎないということがあって、うんうんうん、でなおかつもう今100年近いっていう時間の中で、うん、本格的に水俣病を解決しようという動きがあるかっていうと、うん、未だに本格的に全然やってないんですよね、うん、その都度その都度、まあ、世論が騒いで、うん、何か解決したように見えますけれども、うん、場当たり的で、うん、本格的になんかとにかく知らぬ異界沿岸の、うん、はい、つまり全住民に、うん、あなた水俣病の症状がありやなしやという、うん、疫学調査って言いますけど、それをやったか、それをやってくれっていう要望を毎回患者さんたちは出してにもかかわらず、うん、一切やってないんです、未だに、うんうん、だから未だに水俣湾に水銀を除去するってことは確かにヘドロを組み上げて、うん、
ね、あの綺麗な公園になってますよね、はい、あそこに全部埋めてそれで魚もね、はい、魚の体内に、メチル水銀を取り込んでるという魚を生きたまま取ってきて、はい、あの中に一緒に埋め込んだわけじゃないですか、はい、そのうちに土をかぶせてですよ、今綺麗な一見して綺麗な公園に作ってますけど、はい、あそこに立つとその足元にあのメチル水銀がいっぱいあそこにあるわけです、うん、はい、ないんじゃなくてあるわけだから、はい、それ隠してるわけです、うん、でその隠してるのをその鉄板でこうね囲って、ってその鉄板のすぐそばは海ですよ、はい、で鉄と塩水だから相性が悪いわけですよね、うん、で50年耐用年数って言われてもう20数年経ってて、はい、でもうあと20数年経ったら一体どうなるんだろうということで私たち映画の中でインタビューしに行くんですが、うん、その相手の言ってることがいまだによく何の映画を見ても分からないんですよあの人の理屈が本当に分からないんです、うん、どう何年が言いたいんだろうって、まあ、ごまかしてるよごまかしてるだけだ、うん、というような何ていうか矛盾がいっぱいあるいまだに実はあの水俣湾の中のメチル水銀っていうのはゼロじゃないって、うん、あの鹿児島大の先生が、うん、あの研究した結果おっしゃるでしょ、うん、だからね本格的に解決したわけじゃ全くないんでしょって、うんうん、なのにもうなんか終わったかのように見えてしまうという、うん、なんつうんでしょうかねこの本なんかおかしいじゃんっていう、うん、こう沖縄弁でわじわじするって言うじゃないですか、うん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 、その感じを、うん、なんていうか映画をあの作るんだったらそこを描くというのがあの一つの、うん、なんていうか私の大きななんていうか、腹のくくり方の一つだったんですよね、うんうんうん、だからこれあのでもうちょっと突っ込んで言うとね、はい、だいたいみんな あらゆる公害っていうか公害の被害者を焦点を当てて映画を作るときにね、うん、そう被害者は正義であるっていうか、うん、絶対そこは間違ってないんだと、うん、その人たちの言い分を聞こうというようなことで大体あの運動が展開してるし、うん、映画を作るときもそれと同じでしょ、うん、で今回私が考えたのはその患者さんの動きというか、なんていうか考え方、うん、運動というものが、うん、あの間違いを犯さないっていうようなことを前提にして描くのはやめた方がいいって、うんうんね、あのつまりね、患者さんを批判しようっていうことじゃないんですよ、はい、100年間本質的な解決がなせれない時に、うんうん、その地域としてはその解決されないという空間的にも時間的にも真っただ中に暮らしているわけじゃないですか患者さんというのは、うんうん、そう患者さんの心の中というものが解決してないっていうことがどのように影響するか、うんうんうん、よくわかりますね、その影響したことがつまり運動をあの持続していくっていうことに対して、うん、なんかマイナスに働いてる面っていうものがあるに違いないと、うんうんうん、でそこは辛いんだけども、うん、そこはあのはっきり描かないと、うん、やっぱりもう一度エネルギーをこうかきたてるっていうか、うん、あの呼び戻したいっていうか、うんうん、再燃させたいんですけれども、うん、そこもちゃんと見ていくっていうか、うん、どこにその弱あのなんていうかあの矛盾の幸せがいって、うん、だから運動というものが今こうなんか神聖化してるっていうか、あのエネルギーを失ってるかっていうことはね、辛いけどもはっきりさせようというようなことを実は考えて、ただそれは患者さんがそうなっていくってこと、患者さんがそうなっちゃったからっていうことがたとえ分かったとしても、それを責めるわけにいかないじゃないですか、責める資格はないじゃないですか、あの外部の人間は。だからそこをどう表現するかっていうのが、あのなんていうか一番難しいといえば難しいのはその点でした。いやでも本当素晴らしい言葉だと思います、はい、あの本当見ていても、はい、そうあの解決しない中を実人生をこう、はい、採決を重ねから生きていく、はい、そのジレンマとか葛藤みたいなものが、はい、そのままドラマになっているという気がして、はいはいはい、こんな複雑で繊細な味わいってもしかしたら初めてかなっていうぐらいに、はい、思いました。あのね、うん、水俣で取材行くでしょ、うん、
そうするとやっぱりあの発揮集って裁判っていうのは勝てば賠償金もらえるでしょ、うん、で負ければもらえないでしょ、うん、もらえなかった人がもらった人に対してやっぱりやっかみ、あーそうですよね、憎しみ、つまり患者さんの中でその分断が生じますよね、はい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 、それは単に分断っていうだけじゃなくてやっぱり人間関係やっぱり壊してしまいますよね、うん、だからお金って怖いなと思いますけど、うんうん、で実はその分断こそが実は権力の狙いじゃないかっていう面が感じられるんですが、映画にも出てる、はい、だから私たち水俣に行ってまあ取材するいろんな人に会いますわね、うん、とこの人に会うとこっちのなんか否定的なこと言うし、こっちの人に会うとこっちの人の否定的な面をいろいろ聞くじゃないですか、うん、と全体としてはなんとなく気分がさあ取ろうっていうエネルギーがですね、うん、なんかちょっと気分落ち込んでいくんですよ。それでね、まあ、2週間水俣予定を立ててさあ取ろうと思うんだけど、うん、なんとなく気持ちがね弾まないもんで、はい、もう今回は早めにスケジュールを置いて帰ろうってなっちゃうんですよね、うん、あの取材するこっちから、はいはい、そんで大阪で、うん、あのアスベストの人たちに、うん、の取材に来たんですか、はい、でアスベストの人たちは全くそのお上なんてっていうことをやってた人たちが、うん、少しずつ戦わなあかんっていうことで、うん、だんだんその原告団というその絆が強くなっていく過程なんで、あのなんか奥崎さんと比べれば戦い方はじれったいんですよ、うん、じれったいんだけども、うん、少しずつ少しずつこう前向きに、うん、そしてやっぱりエネルギーがこう少しずつ強くなっていく過程なんですよ、はいはい、だから付き合っててね、うん、あのなんて言いますか、気持ちがその満たされるってことはないんですよ、うんうんうん、むしろ気持ちがいいんですよ、うんうん、あこの人たち頑張ってる、うん、頑張ってる人をあの取らなきゃいけない、うん、で取ってるこっちもやっぱりなんか気持ちがいいじゃないですか、うんうん、でそこで水俣で落ち込んだ気持ちがアスベストで気持ちがもう一回盛り返って盛り返して、その盛り返した気持ちを今度また水俣へ持っていくというこの循環だったんですよ。だから両方並行してやってよかったんですよ、ね、よかったですね。確かにかこのベクトルが逆だったから。そうです、そうです、ね、でも映画にも出てますよね。あの、はいはい、そう、あの戦ってる方々の熱量がちょっとシュンとなってると、はい、原監督がこう言うんですよね、どうしたみたいな。やっぱりお互いがこう刺激し合って、うん、なんかあの面白いっていうような映画になっていくんだっていうふうにいつも私考えるもんで、相手が沈んでる人にカメラを向けてね、なんていうかあの見た人が弾むような映像ってできるわけないじゃないですか。相手がもう元気な人でね、さあ頑張ろうっていう人にカメラを向けることによって、カメラその時カメラを回してる私自身の気持ちもよしと思いながら回してるんだから、うん、そのカメラマンの気分、その回してる気分がお互いがその場の空気を作っていくじゃないですか、うん、だからね、映される人が元気な人で頑張ってる人で、でその影響を受けてこっちもよしいい絵を撮ろうと思ってこっちも頑張って、うん、あの撮ろうとカメラを回すと、うん、で両者がお互いにその場のなんていうか前向きなエネルギーを突き出して、うん、でドキュメンタリーのカメラっていうのはその場の空気を、うん、あの目には見えなくても間違いなく確かに記録するって、うん、それはドキュメンタリーのカメラだと思って、うん、あの記録したエネルギーっていうのがなんていうかスクリーンを通してお客さんに伝わっていくと、うん、そういう構造なんでね。なるほど。だからね、水俣でもあのなんていうか全体としては沈んでるとは言うけれども、その中でなんとかその元気な人を、うん、見つけて、うん、よりその元気なところを、うん、なんて言います、映像化して面白いシーン、ね、うーんというように、なんかそれはかなり一生懸命だから、どうやったらその元気なシーンが撮れるだろうというつまり我々仕掛けっていうじゃないですか、はいはい、その仕掛けを見つけるのに時間が食ったんで、やっぱりね撮影15年かかっちゃってるんですよね、やっぱり、はい、でもこれってもしかしたら編集段階での取捨選択かもしれないんですけども、はい、ありますよね。そう、あの僕も思ったのは、はいはい、でもそのこの完成した水俣漫画に映っているのって、うん、そのシュンとしたところも切ってはないですもんね、入れ込みつつね、そうちょっと入れ込んでいて、はい、元気出してくれみたいなことを原監督がおっしゃる、そのコミュニケーションも映ってるから、はいはいはい、僕そういうのがすごく面白かったんですね、はい、そのぐーっとこれまで の、はい、その熱量やエネルギーが上がっていくっていうよりも、はいはいはい、この
振幅がある感じっていうのが、なんか、はい、あれ新しい原和夫映画だなっていうふうに思います、はい、で、あの小林さんは今回なんと初めて現場にはついておられなかった。そうなんです、島野さんも、あそこに島野さんがいらっしゃいますが、島野さんも私も戦乱の方をずっとやってましたから、はい、なるほど。それで仕上げをやって、戦乱の仕上げをやったぐらいからだったよね、こっちがもう大変なんだっていうことで、はい、それで、ゼネラルプロデューサーっていう波越さんっていう素晴らしい方が毎年ね、はい、100万ずつ出してくださってたんですよ。だからもう私お金の心配をしなくてよかったので一つやることが片付いたと、だからもうそれはもうね、大丈夫だと思ってましたから。ところがもうポンと私たちに丸投げされた時はゼロだったんで、ね、通帳がちょっと補足しましたね、はい、補足してください。そもそもその大阪電気通信大学のその波越さんって映画のタイトルにはエグゼクティブプロデューサーという人に入ってますけれども、はい、その人が水俣やってみないって私に声をかけたんです。そもそもはそうなんですか。そもそもがそうなんです。でその人がポケットマネー出すからねって言ってくださって、あ、じゃあ本当企画のオファーがあったっていう形なんですか。そうです、そうです。私が自分のなんていうか今度何やろうか、じゃあ水俣やろうっていうふうに自発的な企画じゃないんですよ。言われて、じゃあそれで水俣に現地に行って初めて水俣病って何の解決もしてないってことを知ったんで、ああやらなきゃいけないなってことでスタートしたんですよ。これは重要なお話でした、はい、それでその、波越さんが本当に一言もですね、内容に口出しはないんですよ、ゼロ、うん、それからいついつまでに仕上げてくださいねっていうこともなし、なし、本当に私現場でお金がなくなって、すいませんお金なくなったんですって言うでしょ、したら分かった振り込んでからねっつって、郵便局の通帳作ってたんで、はい、そこを口座に入れてくれるんです、うん、それで、経費で、12年ぐらいまで、うん、ずっとやってたんですよ、うん、でその経費っていうのはあれですよ、私は大阪芸大で教授だったから、はい、ギャラが入ってないんですよ、うんうんうん、で私ともう一人長岡君っていうのが一緒に、はい、ずっと一緒に付き合って撮影に、はい、行ってたんですが、彼女もそうです、女性なんですけどね、うん、彼女もギャラっていうものはもらってないんですよ、だから経費だけですよ、はいはい、だから経費をでもそれでも12年ぐらいまで何も言わずに出してくれたんで続いたんですで12年目だったというふうに思いますが、うん、年金生活に入ってるんですよ、その人は。なるほど。もう定年退職で、はい、で原さんもうこれ以上限界ですね、もうこれ以上金をね出してあげると自分の年金生活ができなくなるんで、もうごめんねって言われて、それはもう私だって、大丈夫かって思ってましたからねもう素直に分かりましたって。でそこからがめちゃめちゃ面白い話なんですね、はいはい、うちらの思想プロの自主制作っていうことに切り替えようっていうことで、そっか、はいはい、そこで小林さんの出番だと乗り越えることができたんだよな。戦乱もちょうど終わってましたのでね、はい、終わる時期ぐらいからよかったよかった。だからそうです、戦乱の仕上げがあってこの水俣がもうそろそろ終わらなきゃいけないということで撮影を終え15年目にして終わって、それから編集に入って、でも編集だってやっぱり5年かなりちょっと2、3年ねダブってはいるんですけどね、撮影期間と確かに、はい、1000時間ぐらいありましたから ね、 そうですよね、見るだけで、ね、すごいよな、はい、それって でもあれですか、小林さん の、 から見て石渡村と今回の水俣ではやっぱりそのテイストが違うっていうふうにはやっぱり お感じになっていた、はい、うん、本当にあっていうか、水俣じゃなかった戦乱の人たちとの出会いが、うん、私たち原さんにとってもだと思うんですけれども、うん、本当にいい人たちなんですよ、うん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 、それで受け止めてくれるんですよね、はいはい、受け入れてくれる、はい、拒否されたことが一度もないんですよ、うんうんうん、ただまあ本当に苦しんでる時の病気の、ね、本当に苦しんでる時はちょっと撮影させ、ね、できませんよって言われてて、それは彼の方もすぐ、まあ、諦めるっていうかしてて、うん、
それで出来上がってからも、うん、その途中で1時間ちょっとぐらいの作品を作ったんですね、うん、あまりにも長く続いてるのでとりあえずは1時間をまとめてみようと。で地裁で勝訴したんですけれども、うん、国が控訴して、うん、高裁で負けたんですよね、はいはいはい、その時の国 の, 裁判の判決が、うん、間違ってると、国のやったことは、うん、でも本当に早く手を打たなかったし放置してたし、もうひどいことをやってると。しかし国が発展していくためには少々の犠牲は仕方がないっていう論旨なんですね。もうびっくりしちゃって、それでじゃあねって言って、1時間ちょっとぐらいの短編をにしまして、命ってなんぼなんていう、それを作った時も2人でどうだろうねって言って見てもらったんですね、うん、弁護団の方とか、はい、一言 も,、うん、も文句を言わないっていうか、国のがそうなんですよ、何でも受け止めてくれるっていうか、それで原さんもさっき言ってましたけど、もう心が洗われるような感じになって再度水俣に向かっているみたいなね、そういう繰り返しで、そっか、でもその面白いな。でも本当だからその現場で得た素材、うん、あと土地、お人柄、そういう全てがやっぱり作品の、はい、違いっていうところに関わってくる。そうですね、でもね、水俣はどんなにだからね、うん、ひどい、本当ごめんなさい、水俣の方たちに、どんなひどいあれなんだろうと思ってたら、うん、お店でもそれで編集の時にね、うん、はい、ずっと構成のあれやってましたから、うん、見せてもらったら素晴らしい人たちなんですよね、皆さん。実は僕も映画を見た印象だと、はい、そう、本当にむしろこの、水俣曼荼羅に映ってる熊本の方々は、はい、なんか穏やかな方が多いなっていう印象です。本当に素晴らしい方たちで、うん、もう一人一人ね、そう、まあ、島野さんとかね、私たち見せるも、はい、もうみんな素晴らしい人たちだっていうんで、うんうん、ところが原さん一人が落ち込んでる。そう、だからちょっと意外でした、はい、どうなんだ、受け取り方なのか、ね、映画に映ってるものだけ見ると、うん、今回なんか穏やかないい映画だなって違います。違うの、現場に行くと違います。いや、つまりね、すごいな、嫌な人って、うん、だいたいカメラがまあ撮ろうと思わないじゃないですか。つまり映ってないんだ。映そうという気起きないじゃないですか、嫌な感じを受ける人に対しては。でもちろん嫌な人っていうのはなんか本当に問題があって嫌な人なんだから、はいはい、その嫌な人が、撮らせてくださいって言ってもはいはいどうぞって言うわけがないじゃないですか。だからそもそも嫌だなと思う人は映画に登場するあれがないですよ、ベースが。でやっぱりカメラを向けようと思うのは、うん、面白いし頑張ってるし、うん、この人撮りたいなと思って、うん、撮らせてねってお願いするんだから、うん、結果としてはいい人しか映ら、うん、映像として上がってこないですよ、うんうんうん、でね、一つ面白い話するとね、はい、駅の先生、はい、駅の先生、あの人山口県出身ですよ。ご出身山口県、私と同じ、あ、本当ですね、はい、同県人だねって言いながら、そうなんだ、はい、その駅野さんが熊本大学で長くね、はい、熊本にまあ住み着いて、長く研究をして、それで教授になって、熊本県に馴染んでるじゃないですか、はい、その駅野さんが、うん、原さん、原さんね、熊本の人はね、みんなね、俺が俺がって人ばっかりだと、ね、原さん気をつけなっていつも言われてるんですよ。で、いや、その話聞きながら、私このや駅野さんね、山口県人だけどね、あなたはそう言うけど、うん、熊本県人に負けないぐらいの俺が俺がって言ったんじゃないのと思いながら黙って聞いてましたけど、まあ、でもいや、おっしゃる通りに、やっぱり非常に悪が強い人が多いんですよ。そうなんだ。で、そういう人は素直にカメラ撮っていいよって言わないし、こちらもなんか撮りたいと思うほど魅力があるというふうに感じないし、だから結果としては頑張ってて
この人いいねっていう人しか映画には登場してきませんわね。でむしろそれはなんていうか、あの駅野さんの学説っていうのは、うん、脳にダメージを食らうわけじゃないですか、はい、そうすると本当にあの五感がやられちゃって、うん、五感がやられてるってことが、つまりは人間の人間たるなんていうか優位性である文化を作り、うん、その文化を享受するっていうのは人間の人間たる優位性というふうなことでしょう。私たちこの地球の中で一番言われてるわけだからね。でそこがダメージを食らうっていうことは人間という存在のもうとてつもなく危機なんだよって話じゃないですか。で通常映画を作るときにそういう駅野さんの学説に沿って人間ってこんな風に脳がやられるとダメージを食らうってことはこんな風になるでしょっていうことを実証するような映像を撮るっていうのが一つのセオリーとしてあるじゃないですか。で私考えたのは駅野さんの学説ってのはとても重要だと、大きなメッセージは持ってるけれども、駅野さんの学説を実証するような人を見つけてこんな風にひどくなりますよね、駅野さんの言うことは正しいでしょっていう映像を撮るかって問った時に、はい、全く逆、そうですね、そういう学説があるし、うん、確かにそうだろうけれども、うん、実際に水俣っていうその患者さんとの患者となって生きてる人は、うん、なんていうのかやっぱりみんな元気で生きてるじゃん、うん、っていうか、うん、という人たちを取らないといけないっていうふうに考えて、うんうん、そのような人を見つけて取ったわけだからね。でもそれまさにもう映画の構造になっているんですよね、はいはい、最初の駅野先生は、はい、本当民主主義の危機なんだぐらいまでおっしゃってるんですけども、そうです、はい、だんだんいやでも実はっていうふうにちょっと展開があるんですよね、はいはい、今それ今本当監督がおっしゃられたことですよね、はいはい、そうちょっとそれでいろいろその細かいことをお聞きしていきたいんですけども、はい、この駅野茂雄先生、そっか山口五道家の、ね、そうなんですよ、てっきり地の方かだと思ってたんですけど、はい、そう、はい、あの駅野茂雄先生ってあれですよね、あの土本あの野役監督の、はい、あの水俣シリーズにあの出ておられた、はい、あの原田正純先生の熊本大学のお弟子さんという形で、弟子っていう、まあ、ふうに言うとね、なんかねもやもやってするようなところがあるんですよ。ですね、あのただあの原田さんを慕ってって言います、そうですよね、そこから学ぼうという気持ちがあったことは確かで、うん、やっぱ30数年前に原田さんが現地調査に行くって言うと、うん、行った時に駅野さんも二宮さんも積極的に参加してるっていうスタートを切ってますからね、うん、それはあの原田さんの存在っていうのは大きかったはずなんですよね。そうだからそこもちょっと象徴的と言いますか、はいはい、あの原監督はやっぱりその最後の件でもありましたが、はい、土本野役監督の水俣シリーズを受け継いだっていうのとちょっと掃除系になってるのも、はい、すごく思いました、はいはい、で、あの同じ学部 の、 あの二宮忠さんが、はい、その最高裁の時から、はい、もうあの結構激烈な姿を、はい、あの見せておられまして、はい、このお二人がその、はい、ずっとその、困難だったあの52年判断条件というものをこう覆すのが駅の学説であって、はいはい、それはあの監督がおっしゃられたようにそれまで末梢神経がやられるっていうふうに、はい、あの52年判断条件ではそうだったんだけども、はいはい、駅の学説ではやっぱり脳のダメージによって、はいねはい、あの針を殺すシーンがいっぱい出てきますけど、はいはいはい、ここの感覚が障害を持っていくっていうふうにもうすごいガラッと、まあ、コペルネクス的展開っていう言葉も劇中に出てきます。そうですね、そこがあったんですが、はいはい、そこがあるのに本当にその、コペルニクスはガリレオのごとくなかなか認められないという状況が続くっていうことですよね。でも駅野先生とすごくなんか仲がいいっていう感じが映ってた。あのね打ち明け話でぶっちゃけ聞きたい。私たちあのまず水俣っていうか九州に行くでしょ、はい、さあ撮影っていうんで、はい、まずあの駅野さんの研究室に寄るんですよ、はい、よって駅野さんが進み具合はどうですか、うん、で標本作るって当時おっしゃったんで標本を作るところってぜひ撮らさせてくださいねいいよ、うん、
っていうことがあって、はい、まあ行くたんびによるんですけど、うん、標本できましたかって言ったら、いやまだだよってね、もう5、6年待ちましたから、やっぱ本業がね、あるんですよ、あの人そうですよね。本筋の自分のテーマっていうのがね、ちょっと話はそれますけどね、はい、鶏の肛門を経験してるんですって。そうなんですか。それでノーベル賞もらうって、いつもおっしゃってるんですよ。そうなんですか。その研究が忙しいって。それがメインなんですか。メインです。先生。で、俺は必ず、あのニワトリの肛門の研究でノーベル賞を取るって口癖のようにおっしゃってて、それで忙しいもんだからついつい水俣病のその標本を取るっていうのが遅れてて、で行くたびに先生できましたかって言ったら、いやーまだできてないんだってことで、じゃあまた半年先ですねってね、今できてないってことは次のチャンスでも半年先ですからね、はい、の場合そうですね、そんなんでそれを待ってるっていうのも一つ何かかったせいだって言いたいんですけど、まあそれはそれでいいんだけど、その源肛門説っていうのを、はい、もうちょっと補足すると、ね、はい、お願いします。肛門って決して清潔じゃないと、うんうん、場所じゃないですか。そうですね、うん、でもね、清潔じゃない場所であるがゆえに、うん、なんていうかいろんなの細菌がそこでなんていうか戦ってるんですね、うんうんうん、いい細菌、悪い細菌。なるほど。ところが今の風潮っていうのは、特に日本は清潔に清潔にって、うん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 、都市をきれいに清潔ってことで、うんうん、というか汚いものを全部排除していくっていう方向で、うんうん、文明というか今の生活で成り立ってるじゃないですか、うんうん、そうすると結果として生命力という一つの個体のパワーがですね、落ちていくんだっていうようなことを駅野さんがいつもおっしゃってたんですね。だからやっぱり不潔であるっていうことはマイナスじゃなくて、その不潔であるっていう環境も個体ということで考えると生命力がタフになっていくということでいうと必要なんだってことをいつもいつもおっしゃってて、で大きなテーマです、ね、大きなテーマです。それはそれで大きなテーマだなと思いながら聞いてて、まあまあそれはそれで置いといて水俣病の話をって早く作ってください。それで私あの人だから自然食自分で作る料理を、うん、でもそれこそ解剖の脳の解剖のシーンが、はいはいはい、もうなんか普通のなんかあれ家庭用での包丁ですか。だからそうなんです。料理みたいに、つまりお上手な感じ。なんていうかね、国裁判をやるときに国側の研究者っていうのがいて、全部なんていうか。末端神経質、はい、末梢神経質を唱えている人には、うん、国側から の, 研究の助成というのがしこたまもらえると、規制の学説に乗っかってる方だから、一人駅野さんは、うん、脳の中枢説っていうのは、うん、国と対立する考え方を言ってる人なんで、うんうん、はい、助成金は全く来ないという中で、本当に中世ですよね。そうですよ。だからその中で一人で孤立しながら研究をしている駅野さん、うん、何の話ですか。だから研究費がろくすっぽないわけですから、はい、それはやっぱりね、ちゃんと専用の、器具を揃えればいいんでしょうけど、あれそういう理由なんだ、買えないじゃないですか、高いに違いないんで。あれだから代用で、だから私駅野さんが脳を切るっつんで、うんうん、じゃあ取らせてくださいねっつって言って、はい、包丁を持ち出したんで、私にびっくりしました。声に出して、先生、これ、家庭用の包丁じゃないですかって、声に出して言いましたもん。そしたら、駅野さんが、うん、そうだよって、ただこれは、いつ、台所で使ってる包丁を持ってきたんじゃないよと、新しく買って、清潔なものを使ってるんだから、何の問題があるのって反論されて、で、駅野さんの言うのが正しいですよね。使っちゃいけない器具じゃないんで、切れればいいんだからね。こっちで料理してるやつじゃないですよって。そうそうそう、別に買ったやつですよ。そうだなと思いました。駅野先生面白いですね。オタクっぽいんです。そのオタクっぽいっていうのがいいじゃないかなと思ってね。でもちょっとそのなんだろう、はい、原和夫監督の映画を、まあ、スーパーヒーロー映画として見ると、はいはい、ちょっとそのユーモラスでファニーなヒーローではありますよね。まあ、リュウぐらいには認めていいかな。あの人、私らが作った映画見てないんですよ。
なんかでもそう、そういうとこ無頓着そうな気がします。映画はまあ原さん作るんだから大丈夫だろうって思うんで私は映画見ないと、映画見て影響されたくない、それから影響されたくないんじゃなくて、映画っていうことにはあんまり興味がないんですよね、うん、やっぱり。だから二宮さんは実は映画小僧なんですよ。お、本当に映画が好きでずっと見て、で一時期、あんたは知らないか、長尾君が知ってるんだけど、うん、一時やっぱ映画をやろうと思ったこともあったっていう過去を持ってるんですよ、あの人。だからもう興味津々なんですよ。これでもいいコンビで強い味方ですよね。そうです、だからそういう駅のさん、いや二宮さんがあそこにいてくれてよかったんですよ、うん、本当ですね。本当です。二宮さんがあの、そのバディモノで言うとちょっと熱の高い、あの、そうです、部下っていう感じが、熱血ということがイメージするぐらいに、うん、そういうワイルドな生き方、うん、あのそれでもやっぱり自然派って言います、あの自転車で、ベトナムを一周してきたよとか、でもそういうタイプの人なんですよ。でも本当にそういう風な感じに見えますよね、はい、そうです。だからそう、あのちょっとひょうひょうとしたあの、うん、師匠とあの先輩とあの部下、あの熱血部下っていう、うん、あのバディ感はもうめちゃくちゃいいな、はい、映画的ですよね。でも本当にところが、うん、そこに実はシリアスな問題がありまして。何ですか？あの二宮さんはね、うん、雪降って信号を見てるわけですよ。見て、そう当然見てるでしょ。でものすごくあの高く評価してくれてるんじゃないか、ね、大好きだと思います。で、はい、で原さんが来ると、はい、雪降って信号の原さんが来ると、はい、ね、どんな人やるかと思ってた、うんうん、で初めて行った時にね、うん、私と長岡君ともう一人ね、誰かがいたんだよな、誰だっけな、あのスタッフじゃないんだけど、うん、初めて案内してくれる普通の人がいたんですよ、うん、はい、だいぶ忘れちゃった、はい、それでその人がちょっとあの私より年配に見えるんですよ、うん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 、実際に実年齢は違うけど、まあ、監督お若く見えますからね、76に全然見えないから、落ち着いて素敵な雰囲気を持ってる、ほうほうほう、比べればですね。それで3人で入った時にね、はい、二宮さんが、うん、その人がね監督の腹だって思ったかったんだ、そう、うん、なんかその方の方がこの静かでなんかちょっと理屈っぽいことをこの人は言うだろうという雰囲気を持ってるからね、うん、すっかりこの人が監督の腹だという人に違いないと思ったと、らららら、うん、で話をしていくと、はい、なんかちょっと違うなって、で途中で、あ、監督の腹なんてこの人かって気がついたなんでこれだって思ったという話がありまして、面白いじゃないですか、それも。ここまでは笑っていいんですけど、はいはい、実はまだある、うん、その後が実はちょっとシリアスな問題があるんですが、なぜかというとね、はい、あの本当にあの二宮さんと駅野さんっていうのは名コンビだって思ってて仲がいいんですよ、うん、よかったんですよ。それで駅野、うん、さんは二宮さんを、うん、あの自分の研究室に助手としてね、うん、呼んだのは駅野さん、はい、ね、で二宮さんに論文をかけって進めるんですよ。ちょっとありましたね、学者に したかったんですよ、はい、うんうんうん、それでかなりあの論文を書けかって言うんだけども、うん、二宮さんはやっぱり向き不向きで言うと、うん、だってはそういうアカデミックな場の中で、うん、なんか自分が生きていく論文を書いて、うん、大学の先生になってっていう生き方をどうもなんか自分に性が合わないっていうふうに思ってたんですよ、割と早うちから。なるほど、アクティブな、そうです、行動派みたいな。そうです、うん、それで私が来たもんで、うん、かつて映画小僧であった二宮さんが、がぜん映画に手伝ってくれるようになるわけですよ。なるほど、それで前編にわたって割と出てるってところ、後半ね。だから、うん、でもそのことはよかったよかったじゃなくて、うん、駅野さんに言わせれば、うん、二宮を映画に撮られちゃったっていうことになるんですよ。これはシリアスな問題ですね。でしょ、だから私はあの駅野さんに今すぐ言われますもん、うん、二宮を映画に撮られちゃったって、うん、だから胸が痛いんですよね。なるほど、冗談で笑ってなことはないでしょうってわははじゃ済まない問題です、やっぱり。そうか、だからね、うん、非常にあのデリケートな問題が実は裏にあるんですよ。そう、あのそれはでも、はい、あのおっしゃられると映画のこ、はい、いろんなシーンを思い出します、はい、あのやっぱり15年捉えてるので、はい、
ちょっとそのニュアンスがだんだん変わってきますよね。変わってきます、もちろん変わってきます。駅の先生とその二宮さんの距離感も で、はい、でやっぱりちょっと二宮を怒ったんだよみたいなシーンもことになっちゃうんですよね。ありましたし、はい、そうちょっとその場所も分かれていて、はい、あの鹿児島からなんか二宮さんがいらっしゃったみたいな話だとか、あのね、うん、大学を離れるでしょ、はい、で自宅っていうのが結構そうですよ、あれは熊本県か鹿児島に近いところに自宅があって、うん、それでだん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 あの距離を空くようになるんですよね。あ、そういうことか、はい、なるほど。それでやっぱり自分のやっぱりもともとやりたかったその、なんて言います、あの 自転車で一人旅をしてくるとかね、そういうワイルドな方向へ結構出かけて行ったりしながら、あの映画を作る手伝いをあのしてくれて、なんせ私たちは しょっちゅういるわけじゃないからね、うん、半年にぶりに行くということで、うん、その時は映画のためにあのちゃんと時間を空けてくれてるってことをやってくれたんですけども、うん、そうなんだ。でどんどん距離が、で私今から思うと仲の良かったという2人の様子を撮っとか良かったのかなと思って、あまりにも日常的だからまあいいかと思って撮らなかったんですけどね、うん、でもその2人が少しずつやっぱり距離が離れていって、うん、だからラスト近くのね、うん、あの二宮に強く行ったんだよっていう背景にはね、うん、なんていうか二宮が、で二宮先生っていうのはあの溝口裁判の時に、はい、やっぱりああいうふうに体を張って患者さんのためになんか動くっていう、やっぱりそっちの方を思考するタイプなんですよね、うん。駅野さんはやっぱり研究者として学問として、うん、あの水俣病のあの何て言いますか本筋で、うん、何て言うか役に立てばいいっていう考え方なんだけど、二宮さんは体張って現場でなんか患者さんのために働きたいっていうふうに考えてる人なんで、だから溝口裁判の陳述書って言いますかね、裁判に出す時のね、それなんかほとんど二宮さんが膨大なこう陳述書を書いてるってことやるんですよ。だからただその内容的に駅野さんから見た時にちょっとやっぱり不満が残るっていうのは、うん、あの裁判そのものがあの裁判官そのものがですね、駅野学説を全面的に受け止めきれない人たちが裁判官になっちゃったんで、はい、あのやっぱりあの国側に若干やっぱり忖度する、うんことって出ちゃうんだと思うんですけれども、うん、あの末梢神経質も取り入れるっていうような判断を裁判官がしちゃったために、うん、問題点が残ったんですよ、はい、だからそれを二宮お前そうじゃいかんじゃないかっていうふうなあの批判的な言葉になるんですけれども、うん、だからその根っこには今言いましたように生き方の違いみたいなのがあの批判の中に含まれるんだろうというふうに私は見てるんで、うん、あでもよくわかります。あの第3章ですよね、溝口裁判で、うん、その駅野先生はちょっとそうあの、うんご自身の学説じゃないものを混じりっけのまま勝訴になったので、すごくこの、学問的な医学的な後退であるっていうことです、はい、そうですそうです、はい、で二宮先生はもう酔っ払ってこう泣きながらもうちょっとピーな言葉まで、こうおっしゃったり、すごくそのやっぱ感情を出される方で、そうなんです。でもあのシーンすごく良かったですけど、酔っ払って。いや、私もびっくりしました。ただね、これもまたね、うん、私的にはね、はい、二宮さんあそこで、二宮さん結構酒好きなんですよ。好きそうですね。本当にね、もう嬉しいとすぐね、ちょっとビール飲みたい。うん、なんか小前系とよく似てるんですよ。お師匠さん。飲むとすぐ酔っ払うんですよ、ね。そう、元ね、小前系。組の助監督さんですから、まあそれは置いといてであの時もねやっぱり勝利したってことで嬉しくてしょうがないんですよ。で一人でもじゃあビール飲みたいって飲んじゃうんですよ。で集会がだんだん盛り上がっていく時にはすっかり出来上がっちゃって、出来上がってたよな。出来上がっちゃってるからね、やっぱりあの発言が出てきたと、あの、はい、出てきたんだと思うんですよ、はい、で出てきて映画的にはねよく言ってくれたって私は思いますが、はい、ただはい、ただ、はい、大きな問題があって、大きな問題があってあれ映画的には1回しか言ってませんが、はいね、これは実はあそこにいる島野君の持ちネタなんですけど、編集の段階で切ったんですけど、はい、あのその4文字言葉が4文字言葉1回じゃないんですよ。やっぱ酔っ払ってるからね、5度6度ってやっぱ言ってるんですよ。それでその言うたんびに周りが
ね、引くここがね言っちゃいけない場所でしょってね、ま、みんな真面目な人だから、そうですよ、ね、だからバカどんどんねフリーズしていってるんですよ。それであの二宮さんに対して非難の目がねどんどん強くなってる。なるほどね。だからねなんか針の結び色みたいな空気になっちゃったピキーンって感じだったんですね。あそこはそれはあの山口弁護士さんはまあさすがにあのそういう二宮さんの心情みたいなのよく分かってるのでまあまあ取り直してくれたんですが、ただあのあと実はもうあの撮影はちょっと難しくなったんだけど、あの後にあのあれは環境庁交渉という場が、はいはい、あの集会の後に連続して設定されてたんですよ。それでさあのここの集会終わりさこれから交渉ですよっていうふうになっていくんですけども、はい、周りのその何て言いますあのその集会にいた、うん、その主要なメンバーっているじゃないですか、はい、運動引っ張っちゃう、はい、その人たちが二宮を入れるなっていうふうになったんですよ。あらららら、いや私そのやり取り見ててそれをね回さなきゃと思ったけど回せなかった、わさわさしてるから物理的に回せなかったってこともあるんだけど、なんかもう人間関係的にねなんかちょっと、ま、回せないですよね。ちょっと倹約感が強すぎますよね。それで結局そのなんかその後のあの環境庁交渉っていうのはねやっぱりカメラが回ってないんです。回ってなかっただろあれ、違うよなあれ、混乱してるかな。でもとにかく二宮さんはその場に入れなかったんですよ、だからそういうシリアスな場面っていうのは実はね、回せなかった場面っていうのがいっぱい実はねあるんですよ。私これでもその舞台裏の話面白すぎるんですけど、いやいや本当にねそういうことがねあるんですよね。だからね、だから映画的にはね、あの二宮さんの言い分というのは全面的に私はあのよくと言ってくれたと思いますし、あの二宮さんの心情ってよく分かるなと思ってね、あの私カメラ前向けてる私を、はい、カメラ後ろを見せて撮ってるわけですよ。だからもうね、で同情してくれる人もいるんだけどね、ああいう、ね、あの二宮さんに対して大笠としてはみんなねかなりなんか睨みつけるようにみんな前に見せました。そうなんだ。でもそうだから原監督があのシーンはすごくこう、ああってこう喜んでる感じが、ですあの見てる映画見てる側としては伝わってくるんですけども、現場は結構ひどいことになっていた、ね、そういう感じでしたもん。だからね、やっぱ現場ってなかなかね、そうですね、もうやっぱりカオスの状態ですよ、大体いつもそうですけどね。こういう話って小林さんお聞きになられながら映画制作作られたんですか、数年間、数年仕上げ段階。いやまあそんな結構個々の人たちに対する思いをいっぱい聞いてましたので、はい、でも、撮られた映像を見たら素晴らしいので、絶対素晴らしいよって言い続けてましたね。あ、まあ、でもそれ良かったですよね、あのちょっとその距離感が今回、まあね、あの小林さんがあったから、そうですね、そうなんですよ、現場にいませんでしたからね、大きい、それ大きいかもしれないですよね。いやでもねそれってね吉原氏なんですよ、はいはいはい、あのね雪って進軍の時にね、あの時はフィルム時代でしょ、はい、だからスタッフは5人で動いてたんですよ、でこの人も現場に行きたかったんですよ、でも5人が6人になると、車で移動する時もね、1人いるのといないのじゃ確かにあのだいぶ違うじゃないですか、です、ね、予算も1泊分、ね、1人分入るとかなり予算かかるので、あんたは悪いけど現場に行かないでっつって行きたかったって思いは分かってても行かないでっつって、切っちゃったんですよ、でね、そのことがね実は奥崎さんって現場に行くと必ず揉めて、はい、スケジュールの中まで引き上げてきて、はい、ね、スタッフは全員なんだ奥崎あいつはって全員スタッフが奥崎さんに対して怒って、であのミーティングの時にその口々にするわけですよ、はいはい、あいつの野郎もう俺やどうのこうのって、で行かなかったからね、はい、現場の感じを知らないでしょ、はい、でこの人がいつもスタッフがカッカしてる中で、そういう奥崎さんを面白いと思って作ってるんでしょって一言この人が発言することで、カッカしてる怒りがみんな冷静になって沈むんですよね。そでもう一回簡単なもんでないです
大事なことはどうかって、そこなんです。そんな簡単なもんじゃない。いやいや、ポイントはそこなんです。はいはい。それでみんなが気持ちを持ち直して、また撮影に出かけていくということで、うん、この人が行かなかったことがいい方向に機能したんですよ。なるほど。でも、行かなか現場にこの人が行ってるという現場の感覚っていうのは、うん、やっぱりシーンを作るときに生かしてほしい場面もやっぱりありますわね。場面現場が分かんないと、うん、やっぱりね、現場が知らない人が編集するとやっぱりだいぶ違った風に編集しちゃうんですよね、うん、そういうマイナスの面もあるんです。やっぱりそこはやっぱり映画屋さんとしては現場に行くってことはすごく大事なんですけど、ただまあ新聞とかそういうのは、うん、現場っていうのは本当にカメラを持ち込んだその現場なんですよ。ただそれまでにそのシーンが出来上がるまでの交渉とか、うん、いろんな、そうですよね、何ですか、奥崎担当っていうかね、もう奥崎さんとのやり取りっていうのはほぼもう 100% 私やってましたから、はい、そうするともうすごいわけですよね、奥崎さんと。でもとりあえずとにかく撮影をしてほしいという思いは私はあったもんだから、とにかく撮ったもん勝ちって言ったら何なんですけども撮ってくれっていうのがありましたね、でもさすが名プロデューサーですよね。いやいや、そこはでもやっぱりそのちょっと冷静でニュートラルな目、それはちょっと観客の目とも重なると思いますし、あとやっぱりその小林さんのお人柄ですよね。この感じで穏やかな感じで怒りをやっぱり鎮静する効果がある感じといいますか。で今回はでもやっぱり僕はその結構幸福感が多い映画に思えたので、すごくやっぱりそこの現場との距離があったのがプラスに働いたんじゃないかと観客の一人としては思ってます。大丈夫ですか？そうか、ちょっとそう、それでそのいろいろさらに細かいことなんですけども、はい、まあ第2部のその時の体積っていうふうになった、生駒秀夫さんという、患者の方が、まあ、15歳ぐらいの時でしたっけ、小児性の水俣病を、はい、発症された方、はい、この川上さん、あ、ごめんなさい、生駒秀夫さん、生駒さんのキャラクターが、はい、まあ、第2部の中心になりますよね。なってますね、はい。これはどういった経緯があったんですか？さっき言いましたけど、まず九州に行って熊本によると、うん、で駅野さんの研究室によると、うん、駅野さんの予定とか進み具合を聞いて、はい、その次そこを経由して水俣に入るというような流れなんです、毎回ね、はい、毎回。で水俣に入って生駒さんたちのグループっていうのがあと映画の中にも出ていきます、その伊藤さんとか谷さんとかね、うん、はい、今の第二世代の裁判をやってる佐藤さんとかいうグループに、生駒さんも入ってるんですよ、でそこに一番私たちお世話になったんで、そこに行くわけです、でそこの人たちをまず何て言いますか、日常的な関係の中で、誰を撮らせてもらう多かとか、この人はどういうエピソードを持ってるかってことを、まあ、いろいろ話をしながら聞き出して、じゃあ撮らせてくださいねっていうふうになるんですが、とにかく私たちがそこへ行くと、一番喜んで迎えてくれたのがお父さんですよ。そういうことか。あの、あんたたち起きたねっつってそういうことですね、はい、それで面白がってですね、あんたこういうとこあるんだけど連れて行ってあげるよっつって、とにかく私らをとにかく引っ張っていくんです、あっちゃこっちゃって。なるほど。それで行ってみて、やっぱり、あ、そう、面白いね、あ、これはじゃあカメラ回しとこうっていうことあの人が連れて行ってくれて、でカメラを回すってことが、場面としていくつかあるんですよね、そういう人なもんで、だから結果としては一番の人がカメラ回りますわね。いい人を発見したっていうような、そういうことですよ。なるほど。これ、ね、僕らが発見したっていうより、向こうから向こうの人が生駒さんが僕らを発見したんじゃないですか。なるほど。いや、でも本当にこの生駒秀夫さんがすごいチャーミングなんですよね。ああいうキャラクターなんですよね、あの人はね。そうで、さっき僕その川上さんってちょっと言い間違えた、はい、関西訴訟の川上俊之さんが仲人したんですよ、あの奥さんとの。そうです。これがもう、はい、でその奥さんとのその馴れ初めのエピソードを語るシーンは名シーンになってますよ、なかなかね。だから大変だったんですよ。でもあの辺の、はい、僕は原監督の、はい、インタビュアーとしての茶目っ気といいますか、はいはい、
なんであんな初夜のことしつこく聞くあの辺めちゃくちゃ面白いですよね。それはですね、それはですね、大体原さんはまた下ネタやって好きだねっていう風に言う人が圧倒的に多いんですけど、100% そうだと思う。好きだねっていや嫌いじゃないですけどね、あのただそういうんじゃなくて、やっぱり人間その人の持ち味っていうのが一番よく現れるであろうことが、性をめぐる話とお金をめぐる話をね、その人が語るっていうか、そういう面を見せた時にね、お金に対してどういう態度を取ってるのか、性に対してどういうふうな態度を取ってこの人は生きてきたのかっていうことの話が、その人らしさを一番的確に、うん、あの理解できるっていう考え方が根っこにあるもんで、でも本当そうですよね、はい、私そう思ってんで、やっぱりあここ聞いていいなと思う人にはやっぱり聞かなきゃいけないってそうスイッチ入っちゃって、はい、そうなんですよ。でも本当にやっぱりなんかその、はい、欲望とか業みたいなものが一番赤裸々に出るところって、はい、その人とのその向き合い方、はい、生き方みたいなのすごく出ますよね、はい、でそこでその生駒さんがなんか期待を裏切らないというか期待以上というかすごい可愛らしいんですよねいやそうもう本当になんか一晩中嬉しくて起きてた、はい、寝れなく緊張してみたいな、はい、そういうねえ、ね、本当に聞いてみてびっくりしましたよだからそんなバカなと思うじゃないですか、手話ってやっぱり大事な儀式なんでね、せっかくだって嫁さん来てくれたんだからもう嬉しくてね、一晩に何回でもやったよっていう話になるかなと思ったら、うん、とんでもないとんでもないとんでもない逆でしたんで、うん、でも逆が素晴らしかったですね。でね、いやあの、まあ、死者なんかで見た人がね、原さんね、節操がないって基本的に見る人がいるんですよ。でもね、あれはね、いいよ、私だってね、あの誰に借りても視野を聞くわけじゃないですもん生駒さんだから聞いてもいいなと思ったんで聞いたんですからね。いやもう素晴らしいです。であれを聞かなか聞いたからね、生駒さんの、まあ、あの視野の様子を聞いて、そんなになんていうか嫁さんをもらうってことがやっぱりね、水俣病の人にとっては大変なんだってことが、いや本当に伝わるじゃないですか。そうですね、この話を聞いたから伝わるんでしょ。まさに本当そうです、シリアスなテーマが。そこを聞かないでね、さらっと流してたら、本当のところよくわからなかったじゃないですか。そこまで切羽詰まったものとしてはやっぱり響いてこないじゃないですか。でその次、これは私のなんていうかもうあの見てる人に言いたいんですけど、はい、で生駒さん、ね、主夜のその日は分かったと、で2回目ね、本当に主夜はいつできたのとかね、その時はどうだったのっていうふうに聞いたらね、これは行き過ぎだろうと思います私だって。そこまではやっぱりプライベートの領域なんで、そこはやっぱり節度を持ってやっぱりインタビューっていうのはしなきゃいけないので、もしそれを聞いてたらそれは何ていうか映画屋さんの傲慢さっていうふうに非難されても仕方がない。そこで私はこうラインを踏みとどまって踏みとどまるわけですよ。そこをちゃんと映画を見てる人は見てくんないといやでも大丈夫です、皆さんほとんどの人はもう素晴らしいと思ってると思います。でもやっぱり僕原監督のそのインタビュアーとしての素晴らしさっていうのは今回すごく思ったんですよね。お上手ですよね、もう端的に。いや小林さんどうですか、インタビュアー原そうですね、今割と丸くない？そう、なんか僕も最初お会いした時すごく緊張したんですけど、すごく気さくな方だったんで、やっぱり好きになっちゃいますもんね、この人が。最初の頃、まあ、さよならしびとかね、はい、あの時はもう戦闘態勢で出かける時も、人に会うっていうことはなんかもう戦闘しびるっていう感じぐらいな感じだったんですよ、でもだんだん一作ごとにこう丸くなって、丸くじゃなくてエンターテイナーになってきたんだっていうふうに自分自己評価してるんですが、はい、でも本当、いやでもいい具合のマイルドさっていうのがいや本当でも今回僕すごいやっぱお上手だなって思ったんですよね、そう、それでその編集っていうこともやっぱりそのそういう可愛らしいエピソードがあって、まあ奥さんのその、出自のエピソードもあって、でもその生駒さんってあのまさにその窒素開発に勤められてるっていう、ちょっと皮肉な話だなと思うんですけども、まあ58歳で早期退職されて、
でそこで原監督がさっきおっしゃられた海に潜るシーンが、これがあの実はねあの島野さんが出ていただいた令和一期の時にもちょっとあのライセンスを取ったっていうお話を、で実際海に潜ったっていう話を聞いてって思ってたんですけど、そのシーンをついに見れて、あの改めて驚愕しました。さっきおっしゃったあのエコパーク見直ったっていうその埋め立てのあの公園のあそこの海にまさに、なんで潜ろうと思われたんですか。やっぱり船松に行くたんびにやっぱり水俣をちょっと見ようかって見たくなるんですよね。綺麗な公園になってるじゃないですか。一見すごい綺麗ですね、本当に綺麗に整備されてるんですよ。だけど足元にはねヘドロが埋まってるし、メチル水銀があるんでしょ。でその綺麗な公園になってる一角にはつまりはメチル水銀を取り込んだ魚を生きたままたくさん捕獲して、ドラム缶の中に入れて、でそれをそのままあの土に植えてるわけですよ。その上にあの土をかぶせてあの公園を作ったと。それで公園のその海に接する部分が鉄板で囲ってあるでしょ。で鉄板だから塩水と接してるから必ず鉄と塩水だから錆びるじゃないですか。で本当に行くたんびにあのその海の中がどうなってんだろうなって思う街、普通私見たかった私だけじゃなくてみんな海の中一体どうなってんだって思いますわね、思うと思いますけどね。じゃあ要するに海の中を撮影しようかって考えて、ただあの水中カメラマンに頼むかっていう選択肢は当然出てきますけれども、水中カメラマンがいい絵ですよって言ってで撮っても多分納得しないなっていうふうに私は自分で思いました。それは私が見てみたいんだからね。絵がうまかろうが下手かろうが自分で見てみたいんだから、これは自分がライセンス取って潜るしかない。すごい。さすが。ドキュメンタリストなら当然だろうっていうふうには思いますけど、それでまあ潜ることに決めたんですよね。でもあれってやっぱりライセンス取って許可が必要ってことな、資格が。あのね、海をもあの海に潜るっていうためのライセンスで、3日ぐらいあればもう取れるんですよ。シーライセンスと言いますけどね、それは簡単にあの、まあ3、4万前後かな、で3日ぐらいで撮れるんですよ、ただ私言われたのは、水中でカメラを自由自在に操るぐらいに、ダイビングの技術を磨かないと、そういう映像は撮れないよって言われて、100回は潜らないとダメって言われたんですよ100回。で結論の先に言いますとね、水俣で潜った回数も含めて今95、6回なんですよ。すごいじゃないですか。ちょっと確かに、それが残念ですけど。ほぼ100いってるじゃないですか。それはもう100まで待ちきれないんでね。いや、やっちゃえと思ってね。でもやっぱり潜ってカメラを持ったら、なかなかしんどかったんですか、最初。というよりね、両手でカメラ持つでしょ。結構重たいんですよ。で、両手でカメラを持つからね、あの実はあの、潜水っていうのは、まあ、このスーツ着てるじゃないですか。スーツの中に空気が入ってるんですよ、それで浮いてられるんですよ。なるほど。でそれを潜ろうとすると、あの空気を抜かなきゃいけない。で空気を抜く操作をする手がないんですよカメラ持ってるから。なるほど。カメラで。なるほど。それでだから、インストラクターっていう人と必ずあのお願いをして一緒になって潜るんですけど、そのインストラクターが私の後ろにいて、私の後ろをこう首筋をムンツと掴んで下に押そうとするんです。で同時に私のスーツの中の空気を抜いていくんです、少しずつ。それで静かにスーッと沈んでいくっていう映像を撮ることが可能なんです。だから一人ではできないんです。なるほどなるほど。え、はい、じゃ あ, あの助監督の長岡さんも、長岡君は、はい、あの陸上から撮ってくれと。そうなんだ。潜ってはない。二宮先生が昔からダイビングをやってたっつんで、さすがですね。一緒にも、ただ二宮さんは、あのサンプルを採取する、泥をあの試験管っていうかな、あの中にこう入れる、つまりあのカメラの前でやっぱりそういう役割してもらわなきゃいけない。なるほどなるほど。だから潜るということにかけて言うと、私の、 あの手助けを
あの業者の人が、はいはい、インストラクターの人にお願いをして、うん、だからインストラクターがいて私がいて、あの二宮先生がいて、うん、陸上から一応撮っとこうっていうのが長岡君、あそういうこの4人のチームで、はい、やってたんです。インストラクターの方は、はい、まあ、例えばそういうあの映画で、はい、その水俣調査ってことで、はいはい、承知の上で特に抵抗はなく、最近というか私たちが通ってる時に、うん、最近水俣でダイビング業者を、うん、ダイビング業を始めた人なんですって。それでその人が、まあ、若い頃はみんな東京出てきて、うん、それでまあ心に決するとこがあって、うん、水俣へ帰ってきて、うん、でダイビング業を始めたんですよ、うん、だからその人を訪ねて我々は映画を作るんだけども、うん、お手伝いしていただきたいということで、それは規定の料金で払って船をチャーターをして、うん、毎回潜ってたんですよ、うん、でチャーター料金ってそんなに安くないんですよね。17万とか20万高いですね、やっぱり結構高いです、うん、でその人が付きっきりだからね、うん、で船を借りるから、うん、その人は持ってないんで、あの漁協の船をあの漁師さんが借りるんです、うん、その船のお金とかね、うん、結構安くないんですよね、うん、で、で最初はその人もやっぱり水俣病に関する映画なんでっていう大義名分があるんで、うん、あの決まりの料金でやってくれたんですけど絵画が重なるごとにね、これはね、うん、やっぱり何て言いますか、調査のために潜ってるんでしょうと、うんうんうん、やっぱり特別料金がないとね、とてもやってられないってだん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 言われるようになっちゃってね。じゃあ本当その潜るシーンの追加のおかげで随分制作費が。そうですよ、あれだけスーツなんて最初はね、うん、いや安くあげようと思うんで、うん、あのレンタルでやってたんですよ、うん、で業者が言うにはね、うん、やっぱり水中でカメラを持つというようなことまでかあなたってやろうとするならね、自前のあれ買ったんですスーツを作んなさいって言うんですよ、でないといい絵は撮れませんよって新調した一式そうなんですか、レンタルじゃないんですか、いっちゃいますよ100万ですよで長岡君も100万ですよ。それもこれはあの制作費から落とすわけいかないじゃないですか。あ、そうなんですか。そうですよ。だから自分電通大の先生のそんなの落としたらポケットマネーはな。あっという間にポケットマネー、その人のね老後の生活なんて吹っ飛んじゃいますよ。ここまで要求してたら。なると小林さんに相談ということにならない。いや、その時まだ大学の先生だったから。そうなんですね、やりくりできるんですよ、ちゃんとした給料もらってたから、だからね、ちゃんとした給料もらってたからできたんだって面もあるんですよ、私は。よかった。それ全部制作気持ちだったら、どんなにやっぱりさで、こんなに、ね、6時間もの長さの映画できなかったかもしれないですけど。いやー、それってじゃあ、あれ、潜られたのっていつ頃なんですか、何年前なの、結構前。まだ若かった頃ですよね、映画を始めて水俣に通い出して数年経ってぐらいじゃないですか、大雑把に言えば。じゃあ10年、ね、10年ぐらい前か、10年ぐらい前、そのぐらいでしょうね、多分ね。それでもう一つ、まあ、実情を言うとね、はい、100回潜れっつっても言われて練習しなきゃいけない、練習のために潜らなきゃいけないんですよ。はいはいはい、でどこあの普通なんか近海ってやっぱ海の水がその透明度が弱いので、うん、透明度がいいところがやっぱり潜ってて楽しいもんで水俣の離島まで、水俣じゃない沖縄の離島まで行ってたんですよ。そうなの、やっぱり宮古海から行く楽しいじゃないですか、本当にそれは楽しいです、それは楽しかった、それ普通に楽しい旅行じゃないですか、ただ安くないじゃないですか、安くないですよ、それはあのツアーに参加して、うん、あの源に行くと宮古とかその先まで行くんだからね、うん、でそれはや当然やっぱり自前じゃないですか、そうですね、それをだって、100回ということは水俣で計潜ったのが10回前後でしょ、うん、ということは80回前後はあの練習のためにそういうところに行ってんだったら自前でですよ、言っときますけど大変だそれまあそねえ、さあ、いやそれでもう一つこれをついでに言っちゃいますけどね、申し上げてください、あの私そもそもあのダイビングをしようかった時にダイビング屋さんが耳鼻科に行ってきてね、診断書を持って
来いって言うんですよ。あ、いるんですか。潜っても大丈夫かどうかって、診断書出しなさいって言われて耳鼻科に行ったんですよ、うん、とあなたはね、うん、潜っちゃいけませんって言われたんです。あらら、子供の中耳炎やってるから。あ、そうなんですか。大人になってもやっぱりあの感知してないんですよね、うん、それで困ったなと思って、うん、で嘘ついたんですよ、うん、大丈夫だよっつってそうじゃあじゃあっていうことでそこは、まあ、そんなでいいんですかこれでね結果として、はい、一気にじゃないんですよ、はい、あとやっぱり100回近く潜るたことによって、うん、あの水圧で少し少しずつやっぱり、うん、あの鼓膜が弱くなっていくんですよ、はいはいはい、で今ほとんど聞こえないんですよ。あらららら。じゃあその医者お医者さんのあれをちょっと騙しちゃったから。そう。でまあそれはもう最初からそれでもいいやと思って。すごいな。あの別にあの潜らなきゃよかったっていうこれっぽっちも思いませんよ私は。だけどドキュメンタリーっていう仕事っていうのは、ああ過酷な、はい、過酷な仕事だな。そうです、ね。肉体のダメージと引き換えにシーンが取れていくんだよなっていうふうにしみじみ思うだけであって、だから愚痴で言ってんじゃないんですよね。ドキュメンタリーって仕事はそういう問題 ねっていうことをまあまあ言いたくて撮ってらっしゃる若い方々、はいはい、そうですもうこういうことらしいです。そうです。え、今もじゃあ潜られる感じではあるんです。潜れる、あのね、いや、あのやっぱりかなりもう離れてるので、離れてるでね、まあせこいこと言うようだけど、はい、1年ごとに実はあのスーツを、それからスーツに付属する器具を更新しなきゃいけない、うん、そうなんです。これが安くないんですよ、毎回かかりますね。そうです。結構1年ごとにあの新しくあのやらないと、うん、潜った時命の危険になるっていうことを言われてて、器具を新品に取り替えなきゃいけないということで、うん、やっぱり十何万とか二十何万かかるんですよ。でもう数年潜ってないので、うん、スーツそのものがまだそのまま使えるかどうかっていうんで、また新たに作らなきゃいけないんじゃないかっていうぐらいに、もう一回潜りたくてもですね、今とてもじゃない100万なんてお金ないので。でも潜りたいっていう感じになるわけですか。時々ね、いや海の中、海の中で綺麗なあの透明度のいい海に潜るとね、これはねいいですよ。やっぱハマるんじゃないでしょうか。そうだから、あのレイリー・フェンシュタールが海の中のドキュメンタリー、あれはね、そう思いますよ。私だってね、あの 海をテーマに撮ろうという思いや、うん、それぐらいやってもいいし、やらなきゃいけないだろうって考えると思います。あ、そうだ、それは一つの世界ありますもん。いや、そう、あのシーン見た時にこれはリーフェンシュタールのようなとかちょっと思ったんですけど、はい、今でも素晴らしい、はい、そうです。そうで、そのシーンがあって以降、またあの溝口裁判の話とか、そうなってきましたね、あのご助会の佐藤さん、奥さんとか、はい、本当にいろんな方々、はい、まさにマンダラ的な運動劇になっていますよね。であのちょっと興味深いなと思ったのが、 NHK の、 あの、うん、日本の素顔という番組の、はいはい、奇病の影にというテレビドキュメンタリーを、はい、あの劇中で紹介されて、はい、これをその、子供時代の生駒さんが、うん、NHK のクルーが撮影してるのをご覧になってたと。そしたらあのタイトルバックの、 あの患者さんの影をスタッフがやっていたっていう、はい、そうです、ディレクターがやってたんです。で演出があったっていう、はい、このシーンをやっぱり残されたのって、はい、なんか面白いなと思ったんですよ、ね。あのね、うん、奇病の影っていうのはね、うん、今の佐藤さんの裁判の、うん、まあ、集会をやるときに、うん、ちょっとまあ映像も流そうじゃないかっていうふうに、うん、主催者側としてはあの考えるわけですよね、はい、でその時にね奇病の影にっていうのを流したことがあるんですよ。それで私は奇病の影っていうのは他で見てはいたんですけど、で奇病の影にの話題になった時、生駒さんとの間で、うん、実はさ、うん、俺あの時の現場にいたんだよって話聞いて、うん、え、いたのって、うん、で生駒さんがね、生駒さんに頼まれたんですって、うん、こうやってくれって、うんうん、で俺ね嫌だって断ったって、ね、うん、で俺が断ったからね、ディレクターがじゃあつんでやったって話がね、うん、聞いてて、へえと思ったんですよ、はい、でつまりね、なんて言うんだろうか、あのうちらみたいにドキュメンタリーを作るっていう人間にとってね、うん、映像を作るっていうことと、うん、辻本さんを入れたのは、はい、辻本さんは、ね、うん、なんかドキュメンタリーの監督としてだけじゃなくて、うん、そもそも一口株主運動を、うん、日本に導入したのは後藤貴則という弁護士と、うんうんうん、その後藤さんを水俣に伴ったのは辻本さんですよね、うんうんうん、
で当然土本さんには一口株主運動を水俣の市民運動の人たちが取り入れたらね、うん、一つなんとか運動としては突破口が開けるみたいなイメージを必ず持ってたっていうふうに私は読んでんですよね。でそういうことをドキュメンタリーの作り手っていうのは映像を撮るプラスアルファの何かをしたいと思う人っていうか、でそういうそのドキュメンタリー作家にとっての作品を撮るということの何て言いますかね、衝動を、その人の持っているエネルギーっていうのもやっぱり一つの水俣病をめぐるこう曼荼羅の中にね、いるはずだよねって思いがあるんですよ。曼荼羅の中の人、私もいるよ。土本さんもかつていたじゃん。で土本さんはこういう風な存在の仕方をしたと。でテレビの人も当然いるやんって。でテレビの人は陰にという形になるんですけど、そういうことってやっぱり曼荼羅的世界を描こうとした中にですね、やっぱり落としちゃいけないなと思ったんで、土本さんの引用とテレビの人の引用も入れておこうと。言い悪いじゃないんですよ。これ素晴らしいですね、はい、でも本当にこう、はい、なんかこうつながりが見えると言いますか、はいはい、そう土本監督の71年最初のですよね、はい、水俣患者さんとその世界の引用があって、助監督を務めた堀さんがご登場されて、あのドキュメンタリーは結構演出してた気がするんですよね、はい、とおっしゃってはっきりおっしゃってます ね、はい、何があって、はい、だからこれはもうすごくいい、はい、形だなと思いました、はい、そう、それで本当また原告の川上俊樹さんがこう再び登場されて、はい、最後の戦いもうかなりご高齢になって、はい、そうです、でその川上さんが本当に公害は水俣だけではなくこれからも起こるかもしれない問題っていうことをすごくこう問題提起されたり、また駅の教授が登場して、はい、自分は村八部の最先端になってるのか、はい、もう本当曼荼羅がこの辺からすごくわーっと続いていきますね。ディズニー大好きな患者女性さん、ディズニーはねここではっきり私は言いたい、言ってください。あれはね長岡君がね、はい、高子さんって本当にディズニー好きで、で家族の人がやっぱり、ディズニーにやっぱり連れて行ってやりたいと思ってね、家族総出で支援の人も含めて何回か行ってんですよ、でその記録を残してやりたいと、それで長岡君に撮ってやってくれるって彼女が依頼されて、彼女がくっついていって、20分ぐらいのものを実は映像としてまとめて高子さんに贈呈っていうか、頼まれたから、作ってあげたんですよ、それで本当にイベントの様子を、撮影してあるんですよ、それで編集の時に、当然高子さんがディズニーのディズニーランドに行って、本当に喜んで嬉しそうにしてるっていう場面を映画の中に入れたかったんですよ、ところが、いろいろ聞いていくと、ディズニーを使うとバカ高い使用料を取られてる、はい、これがまたお金の問題ですよ。マイケル・ジャクソンと同じですよそれがね、普通のお金じゃないんですよ。普通ではなかったんです。脅かされるといつもね、ディズニーはねバカ高いんだよって脅かされて、だから泣く泣くその動画のいいところを落としちゃったんです。でディズニーに交渉に行こうよって交渉にして、なんとなく知ってる人がいるからって誰が聞いたかな、やっぱりね、島野さんが何かおっしゃってますよ。そう、外野からいいからいいから説明してあげて、大きな声で聞け。あれはあの時はまだスタッフで現場にいなかったので、撮ったものを見た時にこれはまずいなと思って、ご連絡をしたら、ランドの中で撮影する時は家庭ホームビデオとして撮ってたものなので、ただ使うことになったらランドに入る前に許可をいただけたら、ちゃんともしかしたらうまくいってたかもしれなかったんで、っていうことを、ディズニー関係の人に言われてだからその時スタッフでいなかったんで、もし私はまだ原さんとスタッフとして関係はなかったので、もし事前に分かっていれば入りますって言ったら、もしかしたらディズニーはいろんな方を、いろんな方を、撮影を受け入れてくださるところではあるので、あとはダメよっていう話だったので
だそうでございます。そうなんですよ。まあ、まあでも結果的にはでもいいシーンでしたけどね。ねえ、しょうがないな、うん、まあまあ、まあシーンとしてはね、はい、素晴らしかったです。あれは伊佐山さんとおっしゃるんだけど、伊佐山孝子さん、お父さんがね、私大好きなんですよ。あ、もう風貌といいね、あの人の考え方といいね、よかったですよね。長生きしてほしいけど、やっぱり人間って年取っちゃ死んじゃいますもんね。あ、もう亡くなられて、亡くなられてんですよね。あのシーンってじゃあどれぐらい前なんですか。向かって何年前なんだ。割とでもざっくり言ってど真ん中よりちょっと後の方だろ。まあ、そうか、だからほぼまあ時系列で考えてほとんど基本的には時系列です。裁判の様子とか少し入れ替わってますけど、ほとんど時系列ですよ、あれはね。そこをこういじるってことは今回はなかった、ね。はい、やっぱりドキュメンタリーでやっぱり時系列につなぐが一番やっぱり自然ですもんね。と思いますね。今回でも本当にそのやっぱり裁判 の, その展開というのがありますので、はい、そこにとって曼荼羅をこう、はい、組み込んでいったということですね。そうです、はい、よくわかりました、はい、そうで、あの第3章がその「モダイ神」っていうことなんですけども、はいはい、まあ本当にその溝口裁判判決勝訴とはいえ、はい、まだ戦いはこう続いていく。でその一方でその音楽祭にこうシーンがなって、はい、あの坂本忍さんという、はい、まあ、大治性水俣病患者の、ね、はい、坂本忍さんが、はい、あのまたヒロインとして、そうです、濃い大きい女性という、はい、あのパーソナリティで、はいはい、すごくいいラインですよね、はい、うん、はい、坂本さんを、はい、もうこれをまた、フィーチャーしようと思われたというのも、ね、いい出会いがあった。はい、いい出会いというか、うん、つまり坂本忍さんの名前はもう随分前からあの知ってはいたんですよ。実は最初にも出てるんですよね、あの、はい、最初の最高裁のシーンにも、はいはい、うん、それもあるし、もっと前から知ってるんですよ、私たちは。っていうのは「さよなら CP」って映画を、うん、あの大治性の水俣病の、うん、まあ、当時若者だった彼らがですね、はいはい、やっぱりなんか「あのさよなら CP」の映画を上映して、うん、自分たちを勉強しようということで自主をやってくれたことがあったので、逆に言えばそういうかつながりで忍さんたちのことも知ってはいましたから、うん、それで水俣に通い始めた頃に、うん、あの蛍の家って生駒さんたちと同じグループなんですよ、うん、で、ああこの人があの忍さんだな、うん、っていうことで、もう早くから存在は知ってたんですよ。でも忍さんはなんとか映画の中に登場してもらおうと思ってたんだけども、どういう形で忍さんに登場してもらおうかっていうふうにずっと考えたんですよ。つまりなんていうか、映画を作るってまずあのこの人を撮りたいと思った時に、その人をどういうシチュエーションで撮るかっていうのを作り手がまずね、はっきりあの狙いが分かってないと撮れないんですよ、私。観察映画じゃないんですよ、私は、ね、誰とは言わないけどね。だからね、ずっと考えたんですよ、うん、それで、だから考えながら、うん、ある時、忍さんっていうのは実はあの恋大きい女だって実は聞いて、うんうん、それは知らなかったんで、うん、と思ったんですよ、私はね、うん、それでそれはいい話だなと思ったんですよ、私は、うんうん、ただそれをね知ったからね、うん、じゃあ即インタビューって、単純にインタビューしても面白いシーンになるっていうふうに思えなかったんで、うん、どうしたらいいのかなと思ってずっと考えてたんですよ、うん、はい、それで考えながら実は3年っていう月日が長い、うん、そうです、それで3年目に、ね、うん、あのもやい音楽祭、はい、でそこで忍さんが、うん、あの作詞コンクールに応募して、曲メロディーをつけて、はい、ミュージシャンの人が歌うんだっていうふうに聞いたんで、柏木さんっていう方ですね、柏木さん、はい、あこれは映画に、うん、映像としてシーンとしてできるだろうと思ったんで、うん、まあ、カメラを持って撮影に行きました。3年待ってね、うん、それでコンサート撮影しながらね、はい、あの忍さんがあの歌手のすぐそばに座ってるでしょ、はい、で聞いてるでしょ、うん、それで目尻にね、うん、キラッとなんか光ったっていうふうに見えたんですよ、うんうん、涙って、うん、それでコンサートがあった後、忍さんちょっとインタビューさせてくださいよっつって、うん、でいろいろ聞いて、うん、だ忍さんが言うと言うことにはね、うん、忍さんこう涙と見えたけどあれ涙
って聞いた。そしたらしのぶさんが、うん、目の前に好きな人がおったのって、うん、えってのもんですよ。そこも知らなかったからね。ああそうって聞いて、うん、そのくだりを一応まあその時はその話で終わって、うん、2、3日考えた、はい、これいいチャンスやんって、うん、その話で行こうって、うん、つまり忍さんにね、忍さん声大きいになって私たちは聞いてると、うん、でだから忍さんがかつて好きだった人をね、うん、こう訪ねていって、うん、好きだった時の思い出っていうのをね、うん、2人で語り合うっていう風に撮りたいんだけど、うん、どうって言ったら本人が嬉しそうに OK してくれたじゃないですか、はい、よしってなもんで撮影が始まった。もう監督嬉しそうですよね。いやそれはだって狙った通りにさ相手が受け止めてくれたんだもん。ワン作り手にとっちゃ行ったってなもんですよ。まさに演出としてバッチリハマった。そうですよ、面白いシーンが撮りたくて通ってんだから、確かにそれが面白くなるだろうっていうふうに相手が受けてくれたんだから、はい、そりゃ小躍りしますよ。しろと思ってこっちも頑張ります、はい、ただし、うん、あれ映画今構成的には3人ポンポンポンと続いてますね、うん、だけどこれ3人かかって3年1人取るのに1年です。これそういうのは見えないでしょ。全然見えない。3年ですよ。なんだろうね、うわーすごい。そうですよ、それすごいですね、びっくりしました。なんで3年かかったかっていうと、しのぶさんってしのぶさんに限らないんだけど、はい、まあ、暇な人は本当に暇なんだけどな、患者さんで何もすることがない、はい、でもああいうふうにその運動に積極的に関わってる人はね、うん、運動集会があるととにかく出番だよっていうもんで出ていかなきゃいけないし、いろんな人いらっしゃいますね。そうです、しのぶさんはね、地元で水俣を学習するっていうのことがですね、カリキュラムの中に組み込まれてるんですよね、うんうんうん、だから小中の授業に呼ばれるんですよ、うんうん、すごい有名人なんですね。一応だって有名人ですよ、うんうん、旗頭ですもん、シンボルだから、うんうん、で講義をするでしょ、うん、でその講義に行くとか、それから病院に通ってるっていうこともあるし、習い事もしてるんですよ。それから何よりもその日の体調っていうのがあるんですね、うんうん、それから気分屋さんってこともあって、でこちらがさ次誰さんのとこ行きましょうかねって持ちかけても、そういう全ての条件がいい時に、うん、じゃあこの人、じゃあ分かりましたっつって撮影が可能になるんですよ。だから1年に1人ですよ。それすごい。でもその粘り、いやそれ で, で、ね、私としてはね、もう 4,5 人やりたかったですよ、見て。そしたらもうどうぞどうぞ。忍さんの好きになったのに30人いるらしいんね。で、あれは好きになった男の人の持つ属性っていうのがあるじゃないですか、はい、その人をもなんていうか一緒にその人のキャラクターっていうのが、うん、映像としては捉えられるわけだから、うん、その人が持っている水俣病との関わりということを通して、うん、やっぱり曼荼羅的に描こうとするときに、うん、やっぱりバリエーションが描けるんじゃないかっていう、まあ、期待があるわけじゃん、私。曼荼羅の人って、ね、そうですね。だから、うん、もう 4,5 人はやりたかったんですよ。だけど忍さんが3人が終わった段階でなんかもう飽きちゃったんでしょうかね。もう本人がいくら言っても乗ってこないんで、うん、ああここまでかと思って。いやでもすごくいいシーンですね。あのくだりになっちゃったから、ああいうふうにあれで終わっちゃったんですよ。いやびっくりしてますね。坂本忍さんのことは小林さんご存知だったってことですか、そういう上映会とか。あ、それは、はい、CP の時の上映会の時やり取りしてたもんな。そうか、うん、でもこういうシーンが出来上がってくるってのは意外でした。はい、そうですね、うん、話には聞いてたので、はい、とっても楽しみにしてたのですごくいいと思います。じゃあ素材としては本当出てきた男性3人の感じがあった1年ずつってこと、うん、でもなんかその男性の方々みんなすごく優しそうで、そうですね、優しい人だから忍さんの気持ちをできるだけ受け止めてあげようっていうふうに
やっぱ考えるんでしょうね。なんか好みが見えるっていうところもある、ね、あるし、大体、はい、なぜかね、水俣に派遣される新人のテレビの局員とか新聞記者って、ね、2枚目が多いんですよね。それは局 の, あの幹部ですか、分かってるんじゃないですかね。2枚目を送り込んだ方が取材しやすい、そういうとこだよって多分分かってるんじゃないでしょうか。いやでもすごくいいし、でも本当にそのサウナー CB もありますし、あの令和一期でいうと本当あの木村英子さんとか船尾靖子さん、あの、はい、あの皆さんあの本当なんだろう、すごく魅力的にあの原監督が撮られるのがもうすごいなと本当改めて思いました。でやっぱりあとインタビュアーとして の, あの明るいインタビュアーですよね。そうです、魅力的に描くのが私たちの仕事なんで、やっぱりその生命力がこうどんどんあの原監督と話されてるその被写体の方が上がってくる感じっていうのがもう本当に見ててすごいいいなと思いましたね。はい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 、でその後ほんあれなんですよね、そのあのまたあの生駒秀夫さんが登場して、そうです、駅の教授に会いに行くんですが、ここでまた一悶着ありましたね。あの駅のさんに会った様子をあの生駒さんに結構話を私たちするんですよね。駅野さんって人がいてこんなことやってて、はい、今日こんな映像が実は撮ったんだよとかな、でその話を何回か聞いて駅野さんに会ってみたいって言い出したんですよ。ああじゃあだったらっていうことで紹介するよしますからって引き合わせたんですよね。で最初のうちは仲良かったんですよ。それでまあ駅野さんとしてはまああのなんていうか生駒さんの、あのなんていうか診察することによってデータとしてね、あのまあ、あの欲しいなということで、まあ、診察させてって話になるじゃないですか。で最初はまあ生駒さんも OK してたんだけどね、結局生駒さんが、本当に怯えたというか怖がったのは、あの駅野さんの診断によって、なんていうかその障害の部分が改善されたと、で改善されたという証拠が出てくると、そうすると行政の方があんたは障害が軽くなったんで、あの障害の等級によってあの行政から支払えるお金の額が変わってくるじゃないですか。でそれが落とされるって思い込んだんですよね。で一人で思い込んだんじゃなくて、創価学会の友人っていう人が遺伝子したんですよね。それで周りがね、絶対そんなことはないっつって、あの伊藤さんっていう仲間の人がそういうふうに生駒さん大丈夫だよって言ってもね、生駒さんも思い込んじゃって、そのくらいに生駒さんの落とされるかもしれないっていう恐怖がやっぱ強いんですよね。でそのことが持ってるとシリアスな問題ってやっぱあると思いますけれども、とにかくそれでもって生駒さんが結局結果的には拒絶しちゃったというふうになるんですよね。でまあ、正直に言えば私はそういう生駒さんが拒絶したということで、なんか日頃からあんた水俣病の運動のことで偉そうなこと言ってて、なんだこの人はって思ってかなり実は失望したんですよ。もう口も聞きたくないっていうふうに思ったくらいなんですよ。だけどね、なんかでもそういうふうに生駒さんを見ていいのかどうかってことで、結構考えました。で考えて少しずつね、そういう見方をしちゃいけないんだと、つまりそもそもが大元の国が本質的な解決をしてないんだから、そうすると国が何にもしてくれないんだからこそ自分の生活は自分でなんとか守らなきゃあかんと、でだから必死になんかあの生駒さんにとってはね、月々これぐらいもらえるということで今の生活を作ってきた、その額が落とされるってことは生活のレベルがこう落ちるじゃないですか。人間ってやっぱりなんていうか自分の基準になる生活のレベルが落ちるってやっぱり恐怖するじゃないですか。あのね、だからそういう意味でやっぱり守ろうとしたっていうか、で、ま、自分で守るしかないっていうところに追い込まれてるっていうのがまさにですよ。まさにあのなんていうかな、あの水俣病の運動が、なんかエネルギーを失っていく大元じゃないかっていうふうに私は自分の中では結論付けたんですけど、要するに分断されてるでしょ。つまり運動っていうのはやっぱりみんなのために、ところが生駒さんの判断っていうのはやっぱりみんなの
ためっていうけど、まず自分の生活を守ろうというふうに意識が働くじゃないですか、うんうん、だからね、あの要するにみんなのためということと自分のためっていうことがまさに敵対するところに追い込まれるじゃないですか、うんうん、ものすごいだから辛いなんていうか状況の中に患者さんが追い込まれていくっていう一つのなんか分かりやすいケースだって、うん、あの生駒さんのことは、だから生駒さんのことをなんだあんたなんでっていうふうに責めるっていう視点を持っちゃ絶対いけないんだっていうふうに、でもすごく興味深いお話ですね、はい、はい、そう思いますね。あれはつまりもしかしたら、はい、その若かりし原和夫だったら、うん、はい、その持っちゃダメだっていうところの怒りの方に引っ張られてたかもしれないかもしれないよね。そう、やっぱそうですよね、かもしれないです。でも今の原監督は、はい、そこをそういうご自身を対象化される視点で見られてるっていうのは、はいはいはい、でも今回の水俣漫談の味ってそういう感じのような気がするんですよ。まあそうだろうと思いますね、うん、そういう私作り手の持つ、うん、あの作り手が水俣と関わって何かをやっぱり学んでいくわけですよ、うんうんうん、そう学んでいく作り手をもあの漫談的世界の一つの位置を占めてるわけだからね。原監督ご自身のなんか変容みたいなものが映ってるっていう気がめちゃくちゃしました。だから僕そのてっきり、あの駅の先生が生駒さんとこに会いに行った時に、うん、もう結構あの時点で第3章で終わりの方じゃないですか、うん、これはもうかなり仲良くなっていい方に向かってエンドマークの方に行くなと思ったら、うん、ならなかったんですごいゾワッとしてこれじゃあどうやって終わるのか映画をっていう風に思ったんですよ。でもよく考えたら終わらない戦いなんですよ、ね、そうですよ、終わってないもん ね、 ですよね、まだまだ続いてるもんね今現実には。そうです。じゃあ、うん、でもそのなんそうあの例えばその緒方雅美さん、まあこれもちょっと思ったんですけど、あれあれ、はい、はい、水俣病といっても緒方さんとかも本当に何だろう、はい、全然そのご病気だっていうのは一見わからない、あ、見た目わかんないんだけどね、うん、あの人ね、感覚がやっぱり鈍くなってるので、うん、ちょっとおっしゃってますよね、舌も鈍くなってる、うん、であの中でおっしゃってるのはエピソードとしては、うん、こう手切って血がだらだら流れてて、うん、自分じゃ気がついてないと、うん、で知人が血が出てるよって言われて初めて分かったっていうような話がありますけど、うん、感覚鈍くなってるってことは間違いないわけですよね、うんうん、だから見た目、島野君これは言っていいのか、眉毛の話は言っていいのか。眉毛、あ、それは最近ご本人も話されてますよね。あ、じゃあいいや、うん、話してあげて。いやいや、あのでも眉毛が、うん、俺気がつかなかったの実は、うん、だから最初あのすごくこうアートメイクみたいにされてるなっていうふうに思ってたんです。そうなんですね、うん、でそれは、うん、あのそういうこう嗜好品としてされてるのかなと思ってたら、うん、やっぱりこう眉毛が取れ抜けてしまうっていうのがあるみたいで、それでご本人がそういうふうに、あ、そうなんですね、されてるってな、あのこの前の違う、うん、あの意外にその痺れる話もそうですけど、意外に気づかない症状としてそういうのがあるんだって、この前もあの集会でそういう話も聞いてたの、されていたご本人が、あの岡田さんの症状として、あの違う支援者の方がお話しされてたので、なんかアートメイクをされてるっていう話がありましたけど、なるほどなるほど、割とあれか一般的な症状か。いや、だからみんなちょっとずつ違うから、うん、違うもんな、人によって違うけどな、はい、そう、だからなんかその本当にそこも多様なものであるっていうのは初めて知ったんですよ、うん、です。だからそういう意味じゃ駅野さんが言うように、うん、水俣を学問としてね、うん、研究、医学として勉あの研究しなきゃいけない課題はいっぱいあるんだけど、ね、誰もいない、うん、駅野さんの後を継ぐ人はいないんですもん、うんうん、駅野さんも就職口ないよって言ってましたからね。本当にだから定年退職した後は、静岡にの病院で今働いてますもんね。そうなんですね。そうなんですよ。そうだからじゃあ監督はこの映画どう終わらせようと思われたんですか。あの結局一つ解決しました、よかったよかったっていう終わり方はできないですもん ね、うん、ね、実際に終わってないんだから、はい、で映画の中に複数の、まあ、主人公格的な人がいるので、はいはい、それぞれの人の持っている、うん、あの課題に対して落とし前をつけないといけないんじゃないですか、うん、だからあるあの西岡さんってあのシナリオライターのベテランね、はいはい、あれ同じ大学で働いてるもんだから、なるほど、うん、
まあ、出来上がってすぐ、まあ、あの試写で、うん、彼が見てくれて、はいはい、見終わったと私に苦笑いしながら、うん、ね、普通ラストシーンっていうのは一つだと、うん、とかこの映画はね、うん、ラストシーンが連続していくってまさに曼荼羅的ラストシーン、うん、そういうふうに具体的に言われると、うん、そうだよねってだって主人公複数いるんだからね、うん、それぞれの複数に主人公に の,、うん、あの結末をつけなきゃいけないんだからね、うんうん、シーンが連続していくって それはそうだまさに優しく、うん、でも一本の筋としてどういう終わり方をするかっていうのは、うん、もう13年目4年目ぐらいに考えてたんですよ、うん、それで実子さんを、はい、とにかく最後の本当にこの映画の、うん、ラストシーンに登場してもらおうと思ってたんですが、うん、はてどう撮ればいいのか、うんうん、なかなか自分の中でイメージが浮かばなくって、うん、伊藤さんに相談したんですよ、うん、だから伊藤さんがね、桜の季節、うん、水俣のちょっと内陸部に入ったところにこうちょっとした山があってね、うん、その上の方に桜の名所があると、はい、でトンネル状になるんですって桜の木が、うんね、そのトンネルの中を実子さんが車椅子に押されて、うん、こう進んでくるっていうのはどうって言われて、うん、ね、桜って華やかだから、うん、いいなと思ったんですよ、うん、それでじゃあ14年目にそれを狙おうと思ったんだけども、うん、桜の季節って1週間しかないんですよ、はい、その1週間の季節に私らがスケジュールを合わせて水俣に行ければいいんですけど、うん、大学の先生やってるから、うん、なんかね桜の季節って何かしらね先生としての仕事がいっぱいあるんですよです、ね、だから行くに行けられないということで、うん、14年目の桜の季節タイミングが合わなかったんですよ。でしょうがない、じゃあ来年だって、こちらの仕事は取れなきゃもういい来年だ、来年だで15年目になんとかと思って狙ったんですが、うん、この時もタイミングが合わなかったんです。で行くだけ行ったんですけども、うん、もう桜散っちゃってないって、どうしようどうしようって悩んでて、それで伊藤さんが実子さんがね、長年住み慣れた家を新しくこう、あれを県営住宅風公団かどうか知りませんけど引っ越したんだよってで聞いてて、時々散歩に行くっていうのが実はさ、時々どころか外で連れ出すのが大変なんで、3年に1回とかぐらいなんですって。それで久しぶりにだから散歩っていう風なことはどうかって言ってくれたんで、うん、ああなんとかぜひそれをお願いしますっていうことになって、うん、あの日天気が良くてね、うん、風も少ないんで、うん、じゃあ今日やってみようかってことで、うん、家族の人に相談をして、うん、散歩に行くっていう風になったんですよね。それで実子さんが車椅子に乗せられて、うん、高台に行って、うん、それで目の下に行こう知らぬ機会があったとかね、はい、あれ遠くに霞んで見えるのは天草半島なんですよね、うんうんうん、で、ね、彼女がこう押されていって、うん、ずっと遠く見てるでしょ、うん、で問題は海を見てるっていうのは下が柵があって正面から撮れないんですよ、ね、困ったなと思ってたら、うん、実子さんがゆっくりカメラの方、私のカメラの方を向いてくれたんですよ ね,、はい、ね、あこの顔だと思ったんで、それをストップモーションして、それが今、はい、ゆっくりフェードアウトをして、最初編集の畑さんは通常の速さでスッと消えるっていうのを、いやこれ3倍の長さにしてゆっくりフェードアウトしてっつって、やってもらって、ゆっくりフェードアウトして、それでフェードインで暗い画面から水俣湾のこうあれはドローンの前傾で、はい、うん、でそれもゆっくりフェードインして、うん、それでゆっくりフェードドローンの絵がゆっくりゆっくり進んでいくと、うん、で音楽もね、音楽は実はね日本人じゃないんですよね、うん、私がセルビアの国際映画祭にというと、あれですか、もしかしてジョニー・デップと同じとこなんですよ。セルビアですよね。セルビアでセルビアに行って通訳をしてくれた人が日本人の男性で、うんうん、その人が実は案内してくれたんです。原さん、あそこでジョニー・デップ
の人あの源はロケしてたんだよって工場の跡が見えました。へえと思いながらね、うん、でその人が実はね、うん、音楽プロデューサーもやったんです。でライブ聴きに行こうよって誘ってくれて、うん、ライブ聴きに行った、うん、その時のミュージシャンっていうのがですね、うん、実はジプシーの人たち。なるほどなるほど、うんうん、で、あ、そうって聞いたんで、うん、でその人が自分の音楽のストックを、うん、あの持ってるかって聞いたら、うん、持ってるって言うんで、じゃあ聴かせてよって日本に帰って送ってもらって、うん、聞いたら冒頭に使ってる音楽とラストに使ってる音楽がその中にあったんです。なるほど。でラストに使った音楽は、ああこれラストにぴったりだと思ったんで、うん、でそのラストに使ってる音楽っていうのは自分で演奏して、うん、で自分で録音してっていうタイプのミュージシャンなんで、うん、あれはね教会で録音したんですって。で教会だからなんかやっぱりそれらしい宗教チックな残響音が、うんうんうん、残響音が確かにエコーが、ね、生きてる音楽じゃないですか、うん、僕たちがあの残響を作ったエコーを生かしたんじゃないんですよ。もともと音楽が、うん、あの残響音があってね、自然なエコーいい感じじゃないですか、うん、これやっぱりラストにふさわしいって思ったんで、あれを、まあ、じゃあ生かそうということで、だから千鶴子さんの表情と、うん、あの海の絵と、うん、あの音楽とか珍しく、あの原さんの映画でラストシーンが風景っていうのは初めてでしょって言われて初めてなんですよ。ですよね、はいはい、そうだからちょっとびっくりしました、はい、しかもそうか、はい、あれはでも本当バルカン半島のジプシー音楽、まあ、ちょっとエミール・クルストリッツァーみたいな、ストリッツァーみたいなあの感じですけども、はい、そこでじゃあやっぱりあのハリウッドの水俣も、はい、もうそのご覧にはなられて、映画はもちろん見てますけど、はい、ちょっと感想をお聞きしたかったんですよね。いかがでしたか。いやまあなんていうかいや一生懸命作ってるっていうふうには思いますし、うん、ただあれはあの、ユージン・スミス物語ですよね。スミス、どう考えても。だからそれともう一つ作り手として不満があるのは、うん、水俣でロケしてないから、うん、で私たちやっぱり現地でロケをするっていうこだわりを持つことは多いんですけど、うん、それは現地の土地が持っている、うん、なんて言うんでしょうか、あの土地が持ってる霊って言います、なんて言いましたか、なるほど、うん、土地が持っているこう、うん、匂いとか、うん、あるじゃないですか、はい、生命力とか、うん、空気感とか、はい、でそういうものがないじゃないですか。別のとこですもんね。それね、うん、ないのが当たり前、うん、だから水俣だったらあるのにとは言いませんけども、うん、そういうのがないのがやっぱり辛いって、うん、さ物足りないっていうのがなんか一番大きい、あのこれ作り手としての印象だけども、うん、それが一番残ってるんですよね、うん、だからあのユージン・スミスの物語なんで、うん、過去の物語っていうふうにどうしてもなるじゃないですか。そうですね、歴史化されたものっていう感じですね、はい、でうちらはやっぱり今現在水俣病、うん、水俣が抱えている問題を描こうということなんで、うん、そこがもう決定的に違うっていうことがもうねお互いに分かるわけだから、うん、それでもまあ、あのなんて言いますか、ジョニー・デップという有名俳優が、うん、作って、くれたおかげで、うん、水俣病の運動のエネルギーが、まあ、失速してるやんっていうことに対して、いや終わってないんだよっていうことに火をつけたという、うんうんうん、なんていうか非常にあのそういうなんか患者さんの運動からすればありがたいっていう役割は果たしてくれたっていうふうには言ってもいいんじゃないかというふうに思います。なるほど、はいはい、でももともとその写真家だった、はい、あの原青年としてはユージン・スミスの、ね、はい、あの、はい、人物、はい、あの影響とかっていうのは当時いかがでした。ユージン・スミス、私はあの問題になっているあのお風呂に入る、うん、はい、あの上村の親子っていうのは、はい、お母さんと娘、ね、智子ちゃん、上村智子ちゃん、うん、あの写真はね、うん、これはやっぱり見事ですよね、うん、もう本当世紀の傑作の一つ言ってもいいぐらい、うん、ただし、うん、あの絵、あの写真は素晴らしいけども、うん、なんていうか一瞬のシャッターで、うん、あの歴史に残るあの傑作写真っていう写真もあるけれども、うん、あのお風呂の中の親子っていうのは絵画みたいに作り込んだ見事な写真じゃないですか、うん、黄金比的なあの構図、そうです、宗教画みたいな、うん、だから、ヨーロッパに行くと必ずあの
美術館に行くんですけど、うん、16世紀とか17世紀頃の宗教画って、うん、ああいうその陰影の強い逆光を生かした名画ってたくさんじゃないですか、うんうん、ああいうなんか非常にこう知的な、うん、作られた美しさ、うん、完璧に作られた美しさ、うん、それはそういう資質をユージン・スミスが持っているそういう人なんだなっていうふうに思うんで、うん、言い訳じゃなくて、うんうん、そういうなんか見事なさあのそれこそ芸術作品としては完璧なぐらいに、うん、あのすごい写真だなっていうふうに思うんですよね、うんうん、だからそういう資質を持ったユージン・スミスなんだなっていうふうに思うわけですよ。あ、面白いお話ですね。で桑原さん、ね、うんうん、日本の中の 、はい、あの大先輩なんですよ、はい、私あの東京総合写真専門家、ね、はい、うん、で同じ上村さんを撮っても全然違う写真 で、うん、でそっちの方があのいいよなっていう人は結構たくさんいますけどね、うんうんうん、それはやっぱりあのあんなにライティングに時間をかけてっていう方法じゃないでしょ、うん、その時に、ね、シャッターをあの桑原さんおっしゃってます、うん、原さんね、俺はね何枚も何枚も撮らないんだよ、うん、基本は1回だって言ってましたもん、うんうんうん、でも最低2回はっていうのは1回撮ってあのまぶたを閉じるっていうタイミングでシャッターを押すっていうことも写真の場合ありうるので、うん、2回は押すけどねって言ってました。つまり、だからそういう桑原さんで、まあ、ユージン・スミスの話もしますけど、ね、はい、実は、うん、あの 私の秘めたるエピソード、はい、あのユージン・スミスが、うん、あの実子さんに、はい、あの何回もシャッターを押したと、うん、個人的に言うと、うん、実子さんにシャッターを押した回数が一番多いっていう話が今やあの語られてますよね、はい、これ実を言うとね、はい、私もね、あの実子さんっていう人を写真で見た時、はい、あのまだあの晴れ着を着た写真とかあるじゃないですか、うんうんうん、その頃の写真を見てね、その写真に写っている、うん、実子さんに何か恋愛感情を持ったっていう、正直に言いますけど、そういう感じあるんですよ。ユージン・スミスが何回もシャッターを押したっていう気持ちの中に、うん、あの実子さんに恋愛感情を持ったんだっていうふうなことが今話題になってるんですよ、うんうんうん、だからその話を聞いた時には、ああユージン・スミスの気持ち分かるなって、うん、実子さんって美人じゃないじゃないですか、うんうん、美人じゃないんだけど、なぜか何か異性であるなんか こちらの気持ちをね、うん、引きつける何か、なんか若い女性独特の持つなんか吸引力があるなと思いながら、うん、私はあの写真を見てたんで、多分桑原さんの写真だと思うんだけどね、うん、だからなんていうか、映画を撮りに現場に行って、うん、本当に実子さんのところに早く行きたい行きたいって言うけど、 4,5 年待ちましたもん、あれ。ああ、そうなんだ。なかなかね、うん、あの家族ってやっぱり家族全員が大変でしょ、うん、一番長女もう親が死んじゃってるから、うん、長女の人が親代わりで、はい、自分のもう体がもうかなり弱ってる、うん、でその長女さんの、うん、お兄さん夫さんが、うん、今お父さん代わりで世話してるでしょ、うん、だからその部外者があそこの家の中に入るっていうのは結構やっぱり大変なんですよね。で、あの伊藤さんがローテーションでボランティアに入ってるんで、うん、伊藤さん連れてって連れてってってお願いするんだけど、うん、まあ、ちょっと待ってっつって4,5年待って、うん、もう待てないなと思ってる時に駅野さんが、うん、あの実子さんのうちにちょっと、うん、あのね、いろいろあの学問の研究のために行くんだよって聞いたんで、うん、じゃあついていっていいですかねっつって行って、やっと取れたんですよ。なんかそのお話も本当マンダラみたいですよね。なかなかね、すごい面白いな。なかなかね、一つの場面、一人の人を撮るっていうことで、うん、そう簡単にね、あの撮っていいですよってどんどん迎え入れられたっていうわけではないんですよね。いろいろあって、はい、でも本当でも歴史的なユージン・スミスのところからもこう、はい、マンダラが続いていってるって感じで、ね、すごく今話聞きながら、いろんなことが絡み合ってるんですよね。こんな風にね。小林さんをハリウッドの水俣をご覧になられた感想をちょっとお聞きしたいんですけど、いかがでした？ですね、本当、うん、あのドキュメントの土本監督の市民がいつか入ってましたでしょ、やっぱり あっちの方がなんて言うんですか、やっぱり印象が強いっていうのが、うんうん、
ちょっと残念っていうか、ね、本物を入れちゃったことでっていうフィクションの強度が、うん、で、あの企画がもう20年前ぐらいからあって ね、うん、それをあの実は今私たちの海外を担当してくれてる黒岩さんって人がいるんですけれども、はいはい、でその黒岩さんなんかももうずっとそのなんていうんですか、携わりたいということでやってきたたんだけれども、うん、実現しなくて、うん、それがやっとまあジョニー・デップさんがプロデュースするっていうことで実現したから、はい、それはすごく、うんうん、あやっと実現したんだと思った気持ちが強かったですね、うん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 、でも、うん、まあ、監督も言ってましたけれども、うん、やはりリアリティの問題から言うとね、ちょっとね、でもあのそう、でもさっきあの監督がおっしゃられたその桑原さん撮られた写真とユージン・スミスの写真、うん、そのなんか違いと、うん、今回のその水俣マンダラのハリウッドの水俣もなんか関係しててちょっと似てるかなっていうふうに思いましたね、うんうん、でもまあやっぱりその、西洋から見たあの目っていうのも、うん、こういうものであるっていうのは、うん、まあ一つのサンプルとしては、うんうん、あの分かるものではあるという、うん、なるほど。そうで、あのこれぜひお聞きしたかったのが、今回そのマンタルの最後にあの作家の石牟礼道子さんをこう、うん、組み込まれた、はい、で、あの石牟礼さんはね、そのそれこそ水俣病闘争のジャンヌ・ダルクとか呼ばれて、はい、そのご本人がそうではないわけですけども、その運動に関われた作家さんで、しかもその2018年の頭頃にお亡くなりになられてますよね、うん、その前にまあ撮られたということだと思うんですが、この石牟礼さんをここでっていう流れっていうのはどういう経緯があったんですか？あのね、うん、あの私水俣に入りまだ撮影の初期の頃に、うん、あの水俣病で戦ってる人何人もいて、うん、その中で水俣著名人って言い方はちょっと違うかもしれないけないかも、でも分かりやすく言えばそういう人っていらっしゃるでしょ、うん、何人もいらっしゃると、うん、だからあの水俣著名人だから会ってみようという考え方はしてようと思ったんですね、うん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 、でやっぱりあくまでも私たちが訪ねていって一人一人、うん、あのこの人のこの人を撮りたい、この人のこういう話を撮りたいということをちゃんと、うん、あのなんていうかあのイメージを作ってからじゃないと、うん、撮らないということを一つ課したんですよね、うんうん、でそういうことがあって石牟礼さんに会うということをもう抑えてたんですよ、長い間、うんうんはい、で、あの微妙なんですが、うん、石牟礼さんの位置というのも、うん、水俣市という現地で、うん見ていくときに微妙な位置にいらっしゃるんですよ、うんうん、それはちょっと僕もなんか読んだことはありますでしょう、うん、そこは難しいよね、うん、外からで言うと石牟礼道子さんの文学は素晴らしいということで、うん、大体一致するんだけど、うん、現地の人はちょっと微妙に違う、うんうんようなこともあったし、うん控えてたんですが、うん、それでも映画がだん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 進んできた時に、うん、やっぱり石牟礼さん会いたいなっていう気持ちが、はい、それでだんだん石牟礼さんも年を取ってくるっていうのが聞こえてきてたしね、やっぱり会っておかないと後で悔やむことになるなと思った、そこまで待ってよし会いに行こうというふうに決心した時にはもうかなりあのあれは何病だっけ、パーキンソン病ですね、パーキンソン病が進んでたんですよね、で初めて訪ねた時には実は渡辺教授さんって人が、はい、あの世話してる、はい、その渡辺教授さんが「いや今日はねちょっと会えないよ、本人の体調も良くないし今日は会う約束があるからね、うん、ちょっと無理だと思うよ」って言われて、これは諦めたと、うん、で2回目行った時「ああ今日はね、うん、本人もちょっと体調良さそうだし、うん、30分20分って言われたかな、20分なら大丈夫、うん、でも20分で終わらせてね」って言われて「はい分かりました」っつって、うん、会うことが実現したんです。じゃあその20分があの映画のあのシーンなんですか？そうです、だから実際には30分ぐらいかかってると思いますけども、うんうんうん、あの30分の間で撮れたものなんです、あれは。そうなんですか？あれはもう何回も何回もやって、あのわずか30分の間で
やり取りの全てです。さっき の、 あの坂本さん の、 あの男性3人が1年ずつかかってて、こちらはこれ高がすごすぎるという、これ映画の面白いところですね、はい、こっちはそのできた尺で見ちゃうけど、はい、お聞きすると全然タイム感が違うんで。違いますね。いやでもこの石森さんのご登場でなんかちょっとそれこそ、はい、あの、はい、小林さんのその引いたニュートラルな目ってことと近いというか、はい、そうですね、なんかちょっとその分析的な、うん、なんかところが出てきてる気がするんですよ、うん、それこそそのモダン絵神っていうことと関わってくると思うんですけども、うん、ちょっとその「許す」っていうキーワードが出てきたり、そうです、ね、あの仏教的な、うん、あのニュアンスをあの石森さんの言葉でこの映画が本当に最後に帯びるようになった、うんうんうん、で「許す」っていうキーワード、まあ、仏教的のちょっと手放すっていうような感覚にも近いのかなっていうふうに勝手に思いましたけども。こういった主題が上がってくるのもなんか原和夫作品で初めてな気がします。こっちは年取ったし、いや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 でもすごい感動したんですよ、ね、そのこの最後の終わり方、 そこからね、さっきおっしゃった、はい、あの海にまでの流れになるじゃないですか。すごい美しい終わり方だと思うので、はい、うん、はい、でもやっぱりこの、 あの石森さんのその20分30分で撮ったものをこの大事なシーンにこう入れようと思われたのはやっぱりいい時間だったからという。そうですよね、うん、あれをでもね、あの結構いろんな話がちょっと錯綜しているんだよね、実は。実際はでその辺をうまくきれい、あのなんていうか、うん、あの的確に抽出してくれたのこの人ですよ。さすがでございます、はい、やっぱね、うん、どっちかというと文学の世界に入ってる面もあるじゃないですか、はい、で文学の素養がないと きれいになんか整理するのは難しいかなと思いますけど、それはやっぱり適材適所というかそういう人がちゃんとやってくれて、うん、まあまあよかったなっていうか、うん、はい、小林さんもやっぱあのシーンは重要だと思われた。そうですね、うん、よくね、あの現場では聞き足りなかったらしいんですよね、うん、言葉が、うんうんうん、本当にね、あの、まあ、病気のそうなんですよ。でも一言一言こう聞き込んでいくと、うん、本当に一言一言が素晴らしくて、うん、よくあの撮影をさせてもらえたなと思って、よかったよね、たった20分でも、はい、は本当。じゃあ本当あれはそう、字幕がテロップが出るんですよね。そうなんです、それでテロップを出させてもらったんですね、うん、あんまり字幕を入れるのは好きじゃないんですけれども、うん、本当にこう読んで言葉を理解していただきたいなと思ったもんで、あれはでも本当出していただいて、うん、やっぱりこの、まあ、身体的なことがあるのでっていうところもありますが、うん、やっぱり出されるお言葉がもうなんかこの、うん、この映画の最後に本当にふさわしいと言いますか、うん、すごいシーンだなと思って。うん、すごい感動して見てました。じゃあもう、あの、じゃあ、石森さんをこう撮影に行く段階ではもうあれですか、小林さんももう結構関わられていた、まだまだ、ね、じゃあもう撮られて、ね、そうね、あれが最後くらいみたいなね、原さんたちのね、撮影の、じゃあそれ終わって素材を渡されて、はい、あのシーンをご覧になって、これはすごいと、はい、うん、それもね、最後なんですよ、見せてもらったのが、うん、あ、そうなんですか。もうほとんど撮影、編集も終わりかけててね、うん、そうなんですよ、何百時間もあるでしょ。そうですよね、うん、結局何時撮ってても、うん、それをその編集の時にこういうシーンがあるよっていうふうにあの引っ張ってこないと編集マンも使いようがないじゃないですか、うん、それを何かまだ落としてないかということで何度も何度もあの長岡君が探し出すんですよ、こうやってこういうシーンがあったよこういうシーンがあったよって、それがね、その3部に詰め込みすぎちゃったっていうか、バタバタバタとね、確かに本当その、 あのいろんな方々がギューッとなってるラインっていうのもありますよね、はい、でもそれは本当マンダラっていうコンセプトですごく綺麗に、はい、あの拝見しました、はい、いや本当素晴らしい映画、はい、
そうでちょっと今あのお時間が、はい、なんか次の予約が来るということで、はい、あの、はい、急げと言われたんであのちょっと締めの方に回りたいんですけども、はい、あの失踪プロダクションって50周年なんですか、はい、あれってでも71年なんですか、あの設立されたの、うん、まあ、1972年にさよなら CP が出来上がりましたので、うん、はい、その前1年前ぐらいから活動は始めてたんだけども、やってたっていうところも含めて50周年、はい、そう、あの12月3日にあの大進軍ボックスという、はい、あ雪雪で進軍、すごいタイトルですけどデジタルリマスター、ね、ブルーレイも特別版が出ますし、50周年になるんですね、うん、はい、すごい、はい、ちょっとだから本当お聞きしたいんですよね、その50、この小林さんから見た原和夫50年失踪プロダクション50年って どういうふうにご覧になってますか、今振り返って、やっぱり初めて会った頃はあ、ま、すごい年上だと思ってたら、まあ、一つ違いだったっていう、今お若く見えますけど当時は違ったんだ、今なんか、ね、弟さんですかとか言われたことあります、私監督だからその映画見てて結構その二宮さんとかやっぱりあのお年の推移が分かるんですけど、監督全然変わらないですよね、チラチラ映ってて、だからすごい、そういう意味では、あ、私に初めて会った頃自分はもう地獄を見てきたとかって言ってたんですよ、だからどんな凄まじい子供時代だったんだろうと思ったら、すいません、ね、軽い地獄でだからそういう何かこう、うん、人生経験が豊かっていうか、うん、そうでもなかったんだけどね、本当にね、それでもすいませんね軽い人生ででも本当だんだん若くなっていってるっていう、だんだん若くなってる、そういう感じですね、うん、いや素晴らしいですね、うん、でも一方でそのあのいい意味でまろやかになってる部分もあるっていう、すごく理想的なじゃあ年の取り方じゃないですか。で最初に本当お会いされたのって、これめちゃくちゃ有名な伝説みたいなもんですから、あのバカにすんなっていう、写真展に、あの小林さん来られて、本当あのジョン・レノンとオノログみたいな話なんであのすごい好きなんですけどこの話がそこからね、もう数年後にはもう CP で動き出されてっていうことですしね、原監督から見た小林プロデューサーはいかがですか、はい、そうですね、まあ、私原和夫っていうのは、まあ、私の個人名ですが、あの大体ね、作品ってやっぱり監督の名前がやっぱあの完成すると大きく扱われるじゃないですか、うんうん、でもずっと一人で作っ一人じゃできないっていうふうに思ってるので、うんうん、それは切れ事で言ってんじゃなくて、やっぱりずっとチームワークで作ってきたっていうふうに思ってますのでね、うんうん、そのチームワークはだんだん人数が多くなるんですけど、最近まあそれは置いといて、だからそういう意味で、まあ、この人とずっと一緒に作ってきたんで、うん、原和夫っていう名前の中に、うん、この人も含んでの原和夫っていう感覚は、うん、やっぱありますもんね、はい、だからまあ、うん、で実際に私映画に引きずり込んだのはこの人で、私写真家だったらもっと有名になっててもっと稼いでたなっていう思いが一方でありますから、いや悔いて言ってるわけじゃなくてね、うん、まあ、人生って選択なんで一つしかないのでね、うん、あの悔いちゃいませんけど、まあまあそういうこともありえたなということとセットで考えますので、いや僕だから今回水俣マンダラ拝見して、はい、実はご夫婦の姿を捉えてるシーンがすごく多いんですよね、ちょっと関係があるんじゃないかと思っちゃいました、はい、うん、いや、ありますか、関係があるかとか、あの、うん、それもね、今回試写を見た人が言ってました、今回は恋の物語でもあるっていう人がいてね、ああそうだ、うん、そうだよねって言われて、自分もそう思ってんで、ラブストーリーの面ってすごくありますよね、はい、どうしても男女の関係を映画の中にやっぱり入れたいっていうか、うん、いうふうには思うところがありますよね、うん、はい、そう、本当いろんなご夫婦の姿がマンダロの中にあって、はい、でこの、お二人、偉大なお二人もその中にあるっていうふうにイメージで見ます、うん、もう本当でも素晴らしい映画でしたので、はい、時間が来て残念ですが、はい、あの今後から大ヒットを、はい、ますますの大ヒットをお祈りしております、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました